夏みかんの特産地、山口県はガードレールもみかん色だったガードレールといえば普通は白だと思うしかし山口県の県道ではなんとみかん色のガードレールを見ることができる山口県のガードレールは 1963年に開催された山口国体の際に景観整備の一環として設置されたものである県の特色をアピールするためガードレールの色を特産品である夏みかんの色である黄色に統一したのである山間部などで見かける ガードレールは山の緑色の中で非常に目立つため道路がわかりやすく安心・安全に走行できると好評のようであるしかしおぎ市内では茶色のガードレールなどが増えてきておりこの黄色いガードレールは希少な存在になりつつあるようである。 今回は夏みかんの特産地山口県はガードレールもみかん色だったという雑学を紹介してみたいろいろな事情があるとは思うがこのような県の特色のよく出たガードレールは貴重なものではないかと思う。 キューピーの「ユの文字が大文字になっているのはなぜなのかマヨネーズの製造で国内シェア6割を誇るキューピーマヨネーズこの商品のロゴマークに使われているのはおなじみのキューピー人形だがパッケージの文字を 注意深く見てみるとキユーピーの「ユの文字が大文字になっていることがわかるつまりキユーピーではなくキユーピーとなっているのであるこれは一体なぜなのだろうかキユーピーの「ユの文字が大文字になっている理由は 同社によればデザイン上の理由からだという。どういうことかというと横書きの場合小文字の「湯」にすると上に空間ができてしまいバランスが悪くなってしまうそのため大文字の「湯」にしているのだというちなみに精密機器メーカーで有名な キヤノンも同様の理由から大文字の「や」が採用されキヤノンではなく「キヤノンとなっている他にも富士フィルムやシャチハタも同様である秘密のアッコちゃんの 最終回はどうなるのか赤塚不二夫の少女漫画「秘密のアッコちゃん」テレビアニメでの最終回はどうなるのだろうかアッコちゃんたち一行東大島へキャンプで希望が島に訪れたアッコちゃんたちはそこで少年 東大森の竜太と出会う竜太は祖父たちとともに孤島の灯台に住み海の安全を守り続けているそんな竜太の生活ぶりを見るために森山先生率いるアッコちゃんたち一行は灯台島へ渡る灯台島に着いた あっこちゃんたちは東大に興味津々そんな中竜太は台風の接近を察知する急いで希望が島へ戻るアッコちゃんたちやがて台風が近づき海は大荒れ東大島が大波にのまれ始める 竜太のことが心配になったアッコちゃんは魔法のコンパクトで鳥に変身東大島に飛んでいくすると流れ込む水と格闘した竜太と祖父が倒れているアッコちゃんはすぐに二人を救い出す竜太はうなされながら接近する船の安全を願っている その船の名は日本丸あっこちゃんのパパが乗船している船である灯台の明かりが消えてしまった中パパの身を案じるあっこちゃん彼女は魔法のコンパクトを取り出すと鏡のせいにパパを救う方法を尋ねるその方法はたった一つ 世界中の鏡の光をコンパクトに集めその光で船を導くというものであったただしその魔法を使うと二度とコンパクトは使えなくなるというそれを聞いたアッコちゃんはためらうことなくコンパクトに世界中の鏡の光を集めるそして パパの船を安全な海域へと誘導する翌朝台風が去った海に美しい太陽が昇るしかしあっこちゃんのコンパクトはいつの間にか消えてなくなっていったのであった ドラえもんの秘密道具どこでもドアは実はどこでもいけるわけではなかったドラえもんがお腹の四次元ポケットから出す秘密道具の一つで行きたい場所を音声や思念などで入力した上で扉を開くとその先が目的地になるどこでもドア。 このどこでもドアをつかえばほんとうにどこでもすきなところにいけるのだろうかまたこのどこでもドアはミニドラえもんとドラミちゃんももっているのだろうかじつはどこでもドアをつかえばどこでもいけるわけではないいけないばしょがそんざいするようである どこでもドアは宇宙地図と世界地図の2つが内蔵されておりこれらの地図に載っている場所にしか行けない同時に10光年以内の距離しか移動できないという制限がある10光年を超えた位置にある目的地を指定して扉を開くと どこでもドアとしての機能は働かずただのドアとして機能するしかしながらドラえもんたちは一度このどこでもドアを使って宇宙の果てにたどり着いたことがあるこれについてはどうやって移動したのかは不明であるちなみにミニドラえもんも どこでもドアを持っているがミニドラと同じ大きさのものしか通ることができないまたドラミちゃんも持っており色は第一1では花柄第二期2ではオレンジ色となっている ワイシャツのすそはきほんぜんごともにまんなかのぶぶんだけながくつくられているじつはこれかつてワイシャツのすそがパンツをかねていたときのなごりであるシャツはうわぎのしたにきるもの。 そのため昔はワイシャツも下着として扱われていたそして当時の人たちはパンツを履く習慣がなかったためワイシャツの長い裾の部分をボタンで留めて大事な部分を隠していたのである下着のブリーフやトランクスが普及するのは 1930年代のことである日本にはふんどしというしたきが存在していたがそれまで欧米の男性はなんとノーパンだったのである1939年の時点でドイツの田舎では老婆たちがスカートをあげて兵士たちをからかっていた という記述があるため農村部では普及はさらに遅かったようである「お茶を濁す」の語源は安いお茶を上等な抹茶に見せかけることから始まったというのは本当なのか。 「お茶を濁す」という言葉があるこの言葉の語源は安いお茶を上等な抹茶に見せかけることから来ている抹茶というのはお茶の新芽を蒸して乾燥させ幼平葉脈を除いて茶臼でひいて粉にした茶の湯に用いる 粉茶,であるき茶ともいうこの抹茶はかつては貴族や僧侶だけが楽しむ特別な飲み物であった室町時代以降は庶民の間にもお茶が浸透していったがそれは抹茶ではなく当然安価なお茶だった。 それをなんとか上等な抹茶に見せかけるためお茶をかき混ぜ濁らせたのであるそこからいいかげんにその場を取り繕ってごまかすことを「お茶を濁す」というようになった「コンソメパンチ」の意味と「 由来とはコンビニやスーパーなどでたまにポテトチップスを買うことがあるがやはりコンソメパンチ味を選ぶ人は多いのではないだろうか最近はコンソメの味がさらに濃いコンソメダブルパンチ味なども出ているそんなコンソメパンチ味だが 少し疑問に思ったことはないだろうかそうコンソメパンチであるコンソメの味がするのでコンソメは理解できるがこのパンチとは一体どういった意味があるのだろうかコンソメパンチの意味について調べたところ カルビーのホームページのお客様相談室に書いてあった世の中には同じ疑問を持って直接問い合わせをする人もいるのだと思ったこのパンチとはコンソメパンチが発売された1978年の流行語のようであるそもそも コンソメパンチ味がそんなに昔から存在していたなんて驚きである当時はパンチを効かすという言い回しでのパンチという言葉を使っていた意味は元気が良い威勢があるとなるカルビーでは新しい製品である コンソメパンチ味を売り出すために当時の流行語で「勢いがある」という意味であった「パンチ」という単語を組み合わせて「コンソメパンチ味」というネーミングにしたそうであるちなみに「コンソメ」という言葉にも意味や由来となる日本でも いろいろな料理の材料として使われているがもともとはフランス料理のスープの名前をコンソメと呼ぶそうであるさらに言うとコンソメはフランス語で「澄んだスープ」という意味がある確かにコンソメスープといえば澄んでいるイメージがある 当時の日本ではあまりコンソメがメジャーな調味料ではなかったためコンソメパンチというネーミングで強烈な印象を残したのは間違いなかったと思うチャックファスナー ジッパーの違いとは皆さんはチャックファスナージッパーという言葉をどのように使い分けているだろうか一見するとすべて同じもののように見える今回はその違いについて解説していこうと思うまずは ファスナーについてファスナーの起源は割と古く1891年にアメリカのホイットコム・ジャドソンさんによって開発されたジャドソンさんは靴ひもを結ぶのが不便だと感じておりそれを解決しようとして開発されたのが ファスナーである靴ひもの代わりの便利アイテムとして当時は重宝されたそうである次にジッパーについてであるジッパーは B.F. グッドリッチ社が名付けた登録商標であるつまりジッパーはファスナーと 商品名が違うだけで同じものということになるジッパーの語源はファスナーを閉めるときに聞こえる「シュー」という擬音を「ジップ」と表現することから「ジッパー」という名前となった最後に「チャック」についてである。 チャックはカタカナだが実はチャックファスナー社によって命名された日本の製品である1927年に巾着からもじってファスナーをチャック印という名前で発売したところそのままチャックという名前で 定着していったととのことであるつまりはチャックもファスナーやジッパーと同じものということがわかるファスナージッパーチャックが同じものだということは分かったそもそもファスナーは止めるものを意味する名詞であり実はネジや ボルトなどもファスナーと呼ぶ従って日本でいうところのファスナーの正式名称はスライドファスナー滑り式留め金具の意味となりチャックやジッパーはスライドファスナーの一種となる日本ではファスナーチャック ジッパーの呼び方で浸透しているが世界では別の名称で親しまれているいくつか紹介すると中国ではラーレンフランスではフェルメチュール・ア・グリシェール中米諸国ではシェレス・レランパゴスと呼んでいるそうだ ロダンの「考える人」は何を考えているのだろうか「考える人」という彫刻はフランスの彫刻家ロダンによって作られたことは広く知られていると思うおそらく美術に詳しくない人でも作品名を聞いた時に誰もが 思い浮かべることのできる有名な作品であるしかし「考える人」と呼ばれる作品を想像できても彼が一体何を考えているのかについて知っている人はほとんどいないのが現状であるとても深刻そうな顔をして一点を見つめているが 彼は一体何を考え込んでいるのだろうか。それでは早速考える人が何を考えているのかについて説明していく実は作品名は「考える人」となっているが彼は「何かを考えている」というよりは。 見つめているるだけなのであもともと「考える人」という作品はロダンの「地獄の門」と呼ばれる巨大な作品の一部に過ぎないのであるそして「地獄の門」という作品の中で地獄に落ちていく罪人を上から見つめている人を切り取ったのが 考えるる人であるそのため何かを考え込んであのポーズをとっているというよりは上から地獄へ落ちていく罪人を見つめるポーズといった方が正しいのであるちなみに地獄の門は高さが6メートル幅が 3メートルほどある巨大な作品で罪人たちが地獄へ落ちていく地獄絵図が描写された作品であるこの作品の上の方を観察してみるとしっかりと考える人が存在していることが確認できる続いて考える人の モチーフについてである元となった作品である「地獄の門」は実はボードレールの「悪の花」という詩集やダンテの「新曲」といった文学作品を参考にして作られているそのため一説によると「新曲の地獄編で」で 地獄を見て悩むダンテの姿がモチーフになったと考えられているまた地獄の門を作成している時にロダンが思い悩んだことからロダン自身がモチーフになったという説もあるこの頃のロダンはすでに妻がいたのにもかかわらず教え子である カミユ・クロデールと恋に落ちていたそのため妻とカミーユの板挟みとなって悩み込んでいる自分自身を作品にしたとも考えられている実は「考える人」というタイトルを付けた人物はロダンではない「考える人」 というタイトルはロダンの亡くなった後にリュリエという人物によって名付けられたものなのであるリュリエは考える人を型に流し込んで冷やし固めた人で知られているそのため考える人とはもともとは地獄の門の一部だったものが 全く別のタイトルが他者によって付けられたことで別の解釈がされるようになった作品なのである全く知られていないトランプのマークと絵柄の本当の意味とは普段皆さんは トランプを使って遊ぶだろうかトランプをあまり使わない人にはなじみがないかもしれないがトランプには4種類のマークがあるその4種類はスペードハートダイヤクラブの4種類となっている いろいろなトランプ遊びがあるが学生の頃や今でも旅行に行く際にはババ抜きや大富豪などで盛り上がれるルールでマークを意識することはあってもマークの本来の意味と由来についてはあまり意識することがないと思うまずは 一つ一つのマークについて説明していくスペードのマークは主に貴族を意味しているこのマークの形の由来は「騎士」「貴族」「貴族の剣」「冬」「風の星座」つまり「双子座」「天秤座」「水亀座」から来ている。 確かに剣の形をしているようにも見えるカードの絵柄である人物はキングはダビデ王、クイーンはバラスアテナジャックはオジェ・ル・ダノワちゃんと絵柄の一つ一つにも意味がある続いては ハートマークについてであるハートマークは主に僧侶を表しているハートマークの形の由来は僧侶の教える魂聖杯愛感情秋水の星座つまりカニ座サソリ座 魚座から来ているハートの絵柄の人物はキングはカール大帝クイーンはユディトジャックはダ・イルキングはあの有名なカール大帝を表していたのである次はダイヤ ダイヤのマークは主に、を表している。ダイヤマークの形の由来は商人の貨幣経済力夏地の正座つまりお牛座乙女座ヤギ座であるダイヤマークは分かりやすくお金に関することを表している。 ダイヤマークの絵柄の人物はキングはカエサルクイーンはラケルジャックはヘクトルカエサルも歴史上では有名な人物だ次にクラブのマーククラブマークは主に農民を表している クラブマークの形の由来は農民の棍棒その先に飾ったクローバーの葉勇気仕事努力春日の星座つまりおひつじ座獅子座いて座から来ているクラブのマークの形は確かに棍棒に似ている気がする クラブのマークの絵柄の人物はキングはアレキサンダー大王クイーンはアルジーヌジャックはランスロットクラブのキングはアレキサンダー大王を指している今まで何気なくすごい歴史上の人物のカードをトランプで使用していたのである トランプにはまだまだ隠された意味と由来があるトランプのカード4種類は季節の春夏秋冬を表している春がクラブダイヤが夏ハートが秋スペードが冬を表しているまたトランプは 黒と赤のの種類の色があるこの色の違いにも秘密が隠されている赤は昼で黒は夜という時間を示している色にまで細かく設定があったというのはなんとも驚きである。 カードの合計枚数はジョーカーを除いて52枚となっているこれは1年の52週を表しているまたすべての数字を合計すると364になるがジョーカーを加えて365となり1年の日数を表している もう一枚の余ったジョーカーについてはウルード氏となり366日ということになるトランプという言葉を当たり前のように使っているが実はトランプは日本だけで使われている言葉である英語圏の国では プレイングカードと呼ばれているそれではなぜ日本ではトランプと呼ばれているのだろうかトランプという言葉自体は英語圏では切り札という意味で使われているこの切り札という意味で使われていたトランプをカード そのものの名前だと日本人が勘違いしたため日本ではトランプと呼ばれることになったのである勘違いで始まったものも今は当たり前のように定着しているキングとジャックとクイーンだがそれぞれ4種類のカードで 向向いていてる方向が違う。例えばダイヤのキングはダイヤの方向をじっと見つめていてお金に興味があることがわかり反対に不吉を連想させるスペードにはそっぽを向いている他にもジャックはハートつまり恋愛に目覚めるようで ハートには熱視線を送っていたりもする。他にも、ジャックはハートつまり恋愛に興味があるようでハートには熱視線を送っていたりするそれぞれのカードを見返してみるといろいろとわかってとても面白い機会があればぜひ。 いろいろなカードの意味と由来を思い出しながらトランプゲームを楽しんでみてほしいと思うホワイトハウスの歴史とは皆さんもホワイトハウスがワシントン DC にあるアメリカ大統領官邸だということは 知ってるかと思うしかしホワイトハウスはただの大統領官邸ではなくさまざまな充実した設備が備わっているというのは知っていただろうか実は単純に政治が行われている施設ではないのである例えばだが 政治が行われる以外にもホワイトハウスは大統領に就任した人間の住宅としても機能しており実際に大統領はホワイトハウスに居住しているもちろん居住と呼ばれるぐらいだから寝室があるのはもちろんだがそれ以外にもダイニングや 台所など一般的な住居と同じ設備が整っているまたあまり知られていないが美容室、理容室までホワイトハウス内にあり日常生活に困ることはないそうである実はこのような生活設備以外にも 娯楽施設が充実しているなんとホワイトハウス内には音楽室や娯楽室トレーニングジムテニスコートボーリング場映画館ジョギング専用通路プールまで備わっているのであるここまで設備が充実しているとまるで 商用施設のようであるホワイトハウスでの生活を一日でもよいから体験してみたいものである現在はホワイトハウスと呼ばれている大統領官邸だが建設当初はホワイトハウスという名称ではなかったホワイトハウスと 呼ばれるようになったのは約100年前のことでそれまではプレジデントハウスという名称だった大統領が住んでいるためプレジデントハウスという名称はかなり分かりやすいまたホワイトハウスは歴史上で一度全焼してしまい 石積みだった外壁を残すのみとなりブラックハウスを経験したこともあるそう1814年当時アメリカはイギリスと戦争をしていたその戦争の一つであるブラーデンスバーグの戦いでアメリカ軍が敗北した際イギリス軍に ホワイトハウスを燃やされてしまったのであるそれではいつからプレジデントハウス改めホワイトハウスと呼ばれるようになったのだろうかホワイトハウスと呼ばれるようになったきっかけはプレジデントハウスがイギリス軍によって燃やされたことであったもともとは 外壁は白くなかったそうだが黒焦げになってしまった壁を修繕する際に白いペンキで塗りつぶしたのであるその結果現在のように真っ白な外観となってホワイトハウスと呼ばれるようになったのである具体的に誰かがホワイトハウス という名称を定めたわけではないが徐々に民衆の間で呼び方が定着していきやがて正式名称として採用されたホワイトハウスを正式名称として採用したのは1902年のことで当時大統領だった セオドア・ルーズベルト大統領の時代のことだったそうだ全焼してからホワイトハウスと呼ばれるまでには100年近くの歳月がかかったことになる天敵の成分はポカリスエットと同じというのは本当なのか 病院で体調が悪くなった際に点滴を経験されている人もいるだろう体調が悪い体が重い頭がぼーっとする食欲がない疲れているなどなどそんな時に病院に行くとお医者様から点滴を勧められ点滴を受けてみると 体が軽くなり乾いていた喉も潤い一気に回復そんな経験をされた方もいるのではないだろうかつまり体調不良によって栄養の補給が困難な時や脱水症状を起こしている時体内に直接栄養と水分を 送り込んででいるるわけであるたまたま担当の看護師さんがうまく針を刺せなくて何度も刺されたりそもそも注射や点滴が痛くて苦手という方もいるだろうわざわざ針を刺さなくても体内に栄養を補給する手段はないかと考えるだろう そこで開発されたのがポカリスエットであるポカリスエットは飲む点滴をコンセプトに開発されたため点滴とほぼ成分が一緒になっている点滴をそのまま飲むわけにはいかないため味をつけたり多少の成分は違うもののほぼ 点滴と一緒の成分で作られている飲む点滴があるならわざわざ痛い思いをする意味がないそう思った人もいるのではないだろうかポカリスエットには痛い思いをせずに栄養と水分補給ができるというメリットがあるが点滴にも もちろんメリットはあるそれは体内に直接栄養と水分を補給するため吸収が早く即効性があるという点だそもそも吐き気があって水分を取ってもすぐに吐き出してしまう場合などが考えられるため体内に 直接補給するる方が良い場合もあるポカリスエットで点滴と同じ栄養と水分を補給できるならアクエリアスやゲーターレードでも良いのではないだろうかというのは大きな間違いであるポカリスエットは飲む点滴として開発されているが アクエリアスやゲーターレードなどのスポーツドリンクはスポーツ用に開発されているためそもそも用途が違うのである体調不良の時の栄養と水分補給にはポカリスエットが最適ということである 歴史上最も短い戦争はわずか40分で終了した戦争といえば一度始まってしまうとなかなか収まらず長い期間にわたって戦争をしているイメージがある普通の戦争ならまだしも アメリカとソ連の冷戦のように直接の戦果を交えなくても代理戦争や情報戦争諜報活動など戦争にもありとあらゆる戦争があるさらには国同士で戦わなくても宗教戦争や内戦がいまだに続いている国はたくさんある しかし歴史上最も短い戦争については戦争のイメージを覆すような文字通り歴史的なスピードで終結したのであるその歴史的なスピードで終了した戦争は1896年に起きたイギリス・ザンジバル戦争という その名の通りイギリスとザンジバルという国が戦争をした19世紀初頭にはインド洋に面するアフリカの東側の海岸を支配する列強国だったザンジバルしかしヨーロッパがアフリカへ進出したらアフリカの国々を分割したり 植民地支配が始まったことをきっかけにして勢力が弱くなってしまうその際に海岸一帯を支配していた権益についても全て失ってしまい小国となってしまった戦争の時間はなんと40分で終了犠牲者は出たものの とても早い終結であるこの40分という時間はギネスにも登録されているそうであるではイギリス・ザンジバル戦争とはどのような戦争だったのだろうかザンジバルの当時のスルタンはイギリスの植民地支配に協力的だった しかし国内にはこれをよく思わない勢力が存在したそれはスルタンザンジバルの最高権力者の老いハリド・ビン・バルガシュの勢力であった1896年8月25日に事件は発生した 現政権に不満のあったバルガシュがクーデターを起こしスルタンを殺害してしまったのであるそして自らが新たなスルタンを名乗ったしかし当然ながらイギリスも黙ってこれを見過ごすことはなかったバルガシュを新たなスルタンとは認めずハムード・ ビン・ムハンマドをスルタン候補として擁立したそしてムハンマドの名前でバルガシュにスルタンを退くことを命令したのであるこの命令をバルガシュが聞き入れることはなかったこうして先ほどの説明の通りイギリス・ザンジバル戦争が 開戦したのであるイギリス・ザンジバル戦争が開戦したのは1896年8月27日午前9時のことだったクーデターに成功したバルガシュの軍勢はその数においてムハンマドの軍勢を圧倒していたムハンマドは 兵力も少なくイギリスに頼って戦争するしかなかったしかし当時のイギリスの戦艦は最新鋭だったため圧倒的な火力を持ってバルガシュ軍の船を沈めた続いてザンジバルの王宮に向けて砲撃を行った結果ザンジバルの王宮は 一瞬で廃墟となったその結果多くの兵士が逃亡しバルガシュ自身もドイツ領事館に逃げ込みイギリス・ザンジバル戦争はわずか40分で終結したのであったバルガシュ軍は約500名の死者を出し逆にムハンマド軍は 一人の死者も出なかったイギリス・ザンジバル戦争がスピード終結したのはバルガシュが兵力で上回っていた慢心とイギリスとの海軍力にあまりに差があったからかもしれない「別腹は本当に存在するのか?」 満腹でも甘いものを食べれる理由とはそもそもどうなったら満腹なのか別腹というものは満腹状態からできるものであるまずは満腹状態とはどのような状態なのかそこを解説していくみなさんは満腹感が 胃袋いっぱいに食べ物があると感じられるものだと思っていないだろうかそれも満腹感の一つだがそれだけではない食事をすることによりブドウ糖が血液に吸収され血糖値が上昇するそこで大脳は胃が大きくなっていることや 血糖値の上昇を感知し脳が満腹状態のサインを出すこれがいわゆる満腹と呼ばれる状態となるただ胃袋に食べ物が胃袋に詰まっているだけではなく脳からサインが出ているのである別腹に代表されるのが食後のデザートである ついさっきまで満腹で何も食べられないと思っていたのに甘いものを見ると平気で平らげてしまう甘いものは別腹とはよく言ったものであるこのとき人間の体には異変が起こっているのである異変とは別腹が出現しているそう 別腹は本当ににに存在する。る満腹時物物の食べ物を見ることにより、胃や消化管の運動が活発となるその結果先に食べたものを小腸に押し込んでしまう小腸に押し込んだ分胃にはスペースができこれがいわゆる 別腹である好物を見ると脳からオレキシンというホルモンが分泌されるこのホルモンは食欲を刺激し別腹を発生させると言われている満腹状態と一緒で別腹を作るのにもやはり脳が関係している 別バライコール甘いもののイメージが強いが、決してそういうことはない。それはあくまで食後にデザートを食べることからできたイメージで、自分の大好物であれば脳が刺激されて別バラが出現する。別バラは誰にでも存在するものである。 肉が好きな人は肉でも別バラが出現するし魚が好きな人は魚でも別バラが出現するただし別バラができて食べられるといっていっぱい食べてしまうと食べすぎとなってしまうため注意が必要である無理やり作られたスペースのため体には 相応の負荷がかかっている状態というのを忘れずに食事を楽しみたいものである「情けは人のためならず」本当の意味とは皆さんもこれまでの人生の中で「情けは人のためならず」という言葉を 一度は耳にしたことがあるのではないだろうか普段はなかなか使わない言葉だがいざこの言葉を聞いたときに正しい意味を答えられる人は意外と少ないまずは情けは人のためならずという言葉の意味を頭の中で想像してみてほしいおそらく かなり多くの人が情けをかけることはその人のためにはならないという意味を想像したのではないだろうか実はその言葉の使い方は全くの間違いである人前で使う時に間違えて恥ずかしい思いをしないようにしっかりと覚えていこう 情けは人のためならずという言葉について調べると人に情けをかけておくと巡り巡って結局は自分のためになるつまりは人に親切にすればその相手のためになるだけではなくやがてはよい報いとなって自分に戻ってくるということである。 普段から人には親切にしましょうという心がけの言葉だったのである情をかけてはならないという意味で間違えられることが多いため全くもって逆の意味となる文化庁による国語に関する世論調査によると本来の意味である 人に情けをかけておくとめぐりめぐって結局は自分のためになると答えられた人は45.8%逆に人に情けをかけて助けてやることは結局はその人のためにならないという意味で答えた人はなんと45.7%もいたそうである。 「ならず」という言葉が間違いを生んでいるとではないだろうかそもそも古語では「人のためである」を表現したい時は「人のためなり」と表現するそして打ち消しの言葉である「図」をつけることにより「人のためである」プラス「 ということではないとなり人のためばかりではないという意味になる個語表現のためややこしくなり間違いをたくさん生んでしまっているというわけである半分の人が間違えているというのはなかなか意外であったもしこの言葉を 正しい意味だと思って使っていても半分の人にしか伝わらないのであれば間違えて捉えられる可能性もあるので慎重に使っていきたいところであるクーラーとエアコンの違いとは暑い季節を迎えるあたりに 必要となってくるのが冷房機器そんな冷房機器として挙げられるクーラーとエアコンこの2つの違いは何なのだろうかクーラーとエアコンは同じだと思っている人が多かっただろう大きな違いとしてはクーラーは 冷房機能のみを搭載した機器となり暖房機能はついていない一方のエアコンはエアーコンディショナーの略で空間の温度だけではなく湿度もコントロールできる機能を搭載かつ冷房機能と暖房機能の両方を兼ね備えている 要はクーラーは冷房機能のみとなるため代表的なのが扇風機となるエアコンは皆さんが一般的に言っている壁に設置してあるものが代表的となるエアコンにも暖房冷房のほかに除湿という機能がある 暖房や冷房はわかるが除湿とは除湿は部屋の空気の湿度を下げるための機能空気中にある水分を追い出して空気をサラサラにすることで快適になる梅雨の時期や雨の日などじめじめした時におすすめである除湿は 部屋の温度は下げないが湿度が低くなることで汗が蒸発しやすくなり涼しく感じられるため冷房の冷たい風が苦手な人や乳幼児年配の人がいるご家庭は体に負担をかけないため除湿の方がおすすめである最後にエアコンの 電気代節約方法をお伝えしようまず、電気代がかかる機能は暖房である。次に、電気代がかかる機能の前に、除湿は2種類ある。弱冷房除湿、空気を冷やしながら湿度を下げる。再熱除湿、部屋の温度は変えず。 湿度のみを下げる電気代がかかる機能順だと暖房・再熱除湿・冷房・着冷房除湿・送風となっている先ほど言ったことを参考に部屋の空気感に合わせて調整してみてほしいあくまで参考となるため 温度を下げすぎていたりすると先ほど言った順番も変わってくるためご注意を節約する上で気をつけたいことを6つ紹介する1つ目温度設定に気をつける2つ目短時間の外出なら消さない3つ目 自動運転モード搭載なら活用する3つ目扇風機などを活用する5つ目フィルターや室外機の清掃はこまめにする6つ目部屋に応じた性能を選ぶこれらのことを踏まえて暑い季節を乗り越えていきたいと思う。 SOS の意味とは遭難した時や緊急時などに言葉や文字などで表現される SOS 誰もが一度はテレビや本などで耳にしたり目にしたりして気づかないうちにどういう状況で使われる言葉などは 知っているかと思うそんな SOS は何かの略称かと思われがちだが実際はどんな意味があるのだろうか SOS をよく何かの頭文字の組み合わせと思われがちだが実は何の略称でもないようだ Save our ship 私たちの船を助けてくださいや Save our souls 私たちの魂を救ってくださいの頭文字を並べたものと説明されることがあるそうだがどれも違うようである何かの略称でもないとしたらどのようにして SOS という言葉が 使われるよううになったのだろうか。SOS はもともと海上で遭難した船舶が救助を求める際に使われる遭難信号モールス信号として使われていたようであるモールス信号とは短点つまりトンと頂点ツー。 の2種類を電気の信号に変えて送り伝えるものでスイッチを短く押したらトン長めに押したらツー五十音順やアルファベットをこの2種類にて表現できるようになっているそのモールス符号の中で最も打点しやすく かつ聞き取りやすい符号として採用されたのが S と O ということであるそれが会場以外でも使われるようになっていき全般的な救助を求める時に S o s が使われるようになっていったようだちなみに S がトントントンで 「O」が「ツーツーツー」なので SOS は「トントントンツーツーツートントントン」と表現するそうである。初めて SOS を発信したのは1909年6月10日の アゾレス諸島沖で難破したスラボニア号であるそうだちなみにあの有名な「タイタニック」も SOS を発信しており発信したのは1912年4月15日になるそうちなみに「メーデーメーデーこちらはまるという文言をよく テレビなどで見かけ知っている人も多いのではないだろうかそんなメーデーはどのようにして生まれたのだろうかメーデーはフランス語の「誰か助けて」という言葉が語源になっているようだが実際の綴りは国際的により覚えやすいメーデー。 MAYDIY となっているようだ。SOS のモールス信号が声を発しない無線通信に対してメーデーは声を発して救難を伝える際の国際的な合言葉として使われているようで使用するときはメーデーメーデーメーデー 3回繰り返すそうである日本で初めて鉛筆を使ったのは鉛筆の雑学の前に鉛筆の端を2本の指で水平に持ち 波打つように上下に揺らすとあら不思議鉛筆がぐにゃぐにゃに曲がって見えるあの現象に名前があるのを知っているだろうかその現象の名前はラバーペンシルイリュージョンというラバーペンシルイリュージョン直訳するとゴム 鉛筆錯覚鉛筆がゴムのように見える錯覚となるそれではここから鉛筆の雑学を紹介していこう鉛筆1本 HB でかける直線距離は約5 0キロ鉛筆が六角形なのは転がりにくくするため 色鉛筆はいろいろな持ち方をするため丸い鉛筆に記載されている HFB は硬さを表している日本で初めて鉛筆を使ったのは徳川家康最近の小学校では 2B が主流となっている ところで大体の地域が小学校で鉛筆、中学校からシャープペンシルを使うようになるところが多いかと思う小学校低学年の頃には特に気にもしなかったが高学年になるにつれて上の人が使うシャープペンシルに憧れを持っていたことを覚えている。 なぜ小学校で鉛筆を使うところが多いのだろうか小学校では筆圧のコントロールが難しくシャープペンシルではすぐ折れてしまうそう確かにあんな繊細な芯だとすぐに折れてしまいそうであるしかし最近では 家ではシャープペンシルを使っている。塾ではシャープペンシルという子どもたちも多くなってきているようまあ早いうちに慣れておくことも良いかもしれないシャボン玉の雑学を紹介シャボン玉は なぜ浮くのか。シャボン玉を作るときは、シャボン液を筒状のものの先端につけて、反対側から息を吹いて、シャボン液が膨らみ、シャボン玉ができる。そんなシャボン玉は、ぷかぷかとどこかへ飛んでいく。なんでシャボン玉は飛んでいくのだろうか。 なぜ浮いているのだろうか息を吹いてできたシャボン玉の中身は人間の息である人間の吐く息は体内で温められた息のためこれが熱気球と同じ原理を生み出し浮いていくしかしすぐに周りの外気に冷やされて 武力がなくなり、そのまま落下していく。飛び続けているのはシャボン玉自体がもともと軽いためただ風に流されて飛んでいるだけである次にシャボン玉はなぜ丸いのかシャボン玉は丸い四角や三角のシャボン玉は 見たことがない。ではなぜシャボン玉は丸くできるのだろうかシャボン玉はシャボン液からできておりほとんどが石鹸水から成り立っている水だけではシャボン玉はできないふつうの水だと水の中にストローで空気を入れて 泡ができるか、空気中になるとすぐに消えてしまうこれは水の表面張力が強すぎるために丸くなる前に形を保てず割れてしまうその水に表面張力の弱い石鹸や洗剤などを混ぜると水自体の性質が変わり 表面張力が弱くなり表面積の大きい膜になり泡が立つそんな風にできた膜の中の空気は広がろうとするがこの力は均等にかかる外側の石鹸水は縮もうとしてその時に一番都合のいい形が丸いシャボン玉 とということになる3つ目シャボン玉を割らないようにする方法シャボン玉が割れる理由としてシャボン玉の水分が蒸発し膜が徐々に薄くなり形が保てなくなって割れることと何かにぶつかって割れることそして 重力によってシャボン玉上部の膜が薄くなって割れるこの3つがあるそんなシャボン玉を割らないようにするためにはより強度の高いシャボン玉を作ること強度の強いシャボン玉を作るにはガムシロップやハチミツなど粘土のあるもので作れる 洗濯のりでも強度を増すことができるそうださらに通常のシャボン玉でも割れにくくする方法としてロータス効果を使うロータス効果とはハスの葉などの上に水滴が乗っているのを見たことがあるだろうかハスの葉には細かい凹凸ができており 撥水効果が抜群なんだそう身近なところではヨーグルトの蓋の上側にもロータス効果が施されておりヨーグルトが蓋についていることが少なくなったそんなロータス効果を使うにはあるアイテムを使うそれは軍手である。 軍手は極細の繊毛がついていてこれがロータス効果を引き起こすようであるうまくいけば軍手の上でポンポン跳ねて遊ぶこともできるようであるコンディショナーとトリートメントの 違いとは髪の毛がサラサラの人は憧れると思うサラサラなだけで清潔感も漂う髪をサラサラにするには値段の高い商品を使うということもあるかとは思うサラサラ髪に近づくにはまずはコンディショナーと トリートメントの使い方から見直すことが必要かとも思うそれでは早速コンディショナーとトリートメントの違いについて説明していくコンディショナーは髪の表面から整えるものコンディショナーは髪の表面をコーティングして保護する成分を持つ 表面を整えるためキューティクル、ツヤ感が仕上がる指通りも良くなるのがコンディショナーとなっているリンスもコンディショナーとほぼ同一のもので商品によって名器が変わるトリートメント髪の内部から整えるものトリートメントは 髪の内部に浸透する栄養成分を持つ髪の内部から浸透するため傷んだ髪を補修したり髪質のケアに有効である髪が傷んでいる人やくせ毛を改善したい人におすすめであるつける順番としては基本この2つは 両方つけても OK だがつける順番を気をつける必要があるコンディショナーが髪の表面トリートメントが髪の内部ということをもう一度思い出すとシャンプートリートメントコンディショナーこの順番でつけるようにしてほしい。 イメージとしてはトリートメントで髪の内部へ浸透させてコンディショナーで表面をコーティングする感じとなるちなみにシャンプーする前の乾いた髪の状態でブラッシングをすると汚れを浮かせシャンプーが少量で済むそうであるここからは 洗い方、つけ方注意点についていくつか紹介していこうシャンプーとコンディショナーはよくすすぐ逆にトリートメントはすすぎすぎないように注意多少ぬめりが残っても OK トリートメントやコンディショナーは根元につけないようにする 毛穴の詰まりの原因になるからだトリートメントやコンディショナーは髪にもみ込むようにつける以上のことを試してあなたもウルサラ髪を目指していこうルビーとサファイアは。 色が違うだけというのは本当なのか宝石と聞いてダイヤモンドの次くらいに知名度があるルビーとサファイア実はこの2つは同じ鉱物でできており色が違うだけルビーもサファイアもコランダムという 同じ好物である。コランダム自体はもともと無色透明となっているが不純物が入ることによって色がつきルビーやサファイアとなるルビーはコランダムの変種で赤色になったコランダムをルビー青色だけではなく赤色以外のものを サファイアは青色のものをブルーサファイアそれ以外をファンシーカラーサファイアと呼ぶそうだコランダムは硬玉とも言われるほど硬い鉱物である鉱物には硬さを表す基準が存在し 1>, 1から10段階で表現されるそう基準の決め手は鉱物同士でひっかくという方法であるモースコードで言うとコランダムはコード9硬い宝石で有名なダイヤモンドがコード10ちなみにコード9と 高度10といってもかなりの差があるコランダムはアルミニウムの酸化鉱物で本来は無色他の用途としてはレンズやガラスの研磨剤として利用されているまた靴が滑ることを防ぐ目的で横断歩道の白線のペンキには 細かく砕かれたコランダムが混ぜられているようであるルビーは赤色が特徴的な宝石で語源はラテン語で赤を意味する7月の誕生石サファイアはコランダムの赤色以外のものよく目にする青色のものは ブルーサファイアと呼ばれる青色を意味するラテン語のサッピルスギリシャ語のサピロスに由来する名で呼ばれ草玉や正玉とも呼ばれる9月の誕生石ここでルビーやサファイアよりも宝石として有名なダイヤモンドについて少し紹介していく。 ダイヤモンドは地下約1 5 0ル以上の深さでものすごい圧力と高温により何十億年も前に形成されているそうであるそう聞くと有限なのかなと感じてしまうが実は人口でダイヤモンドは作れるそして品質的に 天然のものと何だ変わらないようである価格が違う点としては希少性によって変わるそうである硬いことでも有名なダイヤモンドダイヤモンドは天然に存在する物質のうちで最も高度が高いことで有名そんな高度を誇るダイヤモンドは 鉱石の中で唯一単一元素からできておりその元素とはダイヤモンドの組織の99.95%以上を占める炭素でできている他に炭素でできているものだと鉛筆の芯などが挙げられる鉛筆の芯と聞くと一見 簡単に折れるイメージもあるが大丈夫と心配になるまさにその通り意外と簡単にダイヤモンドも割れてしまう単一の元素が規則正しく並んでいるため構造的に結びつきが強い方向と弱い方向が存在しておりその弱い箇所に 力が加えられると割れてしまうようである傷には強く衝撃には弱いため取り扱いには注意しよう牛乳はなぜ紙パックで売られているのか学生の頃給食で 牛乳を飲んだ人はほとんどだろう牛乳が嫌いで飲まないという人ももちろんいただろうそんな牛乳だが商品の容器は大体が紙パックか瓶であるなぜペットボトルの商品がないのだろうかそれには牛乳の 特徴が関わってくるそうである牛乳の特徴といえば白色タンパク質カルシウムが豊富脂肪などの栄養素が豊富というようなイメージだとしよう一方悪いイメージといえば日持ちが悪い好き嫌いが分かれる となるだろうかそんな牛乳の特徴が容器の洗濯の幅を狭くしてしまったようである牛乳は栄養価が高いそのため雑菌も繁殖しやすいため摂氏10度以下でなければあっという間に雑菌が繁殖してしまうそんな牛乳を 清潔に保つためには容器がガラスや紙パックが良いとされているようであるペットボトルは密封ができるしガラスや紙パックに比べて持ち運びしやすいからなぜダメなのかと思う人も多いだろう持ち運びがしやすいというのは常温で 長時間持ち運ぶ可能性が増える密閉容器だと小さめのペットボトルだと容器に直接口をつけて飲んでしまいがちそうこの条件だと雑菌が繁殖し放題となってしまうということから2007年まではペットボトルでの販売を 法律で禁止までしていたそうであるちなみに海外の牛乳はというと海外の多くが牛乳はペットボトルに入っているそうである海外に行ったことがある人にとっては普通かもしれないし言われてみればという方も多いだろうではなぜ 海外の牛乳はペットボトルでも問題ないのだろうかそれは日本に比べて海外は牛乳の消費量がとても多い日本は主食が白米に対してアメリカなどはパンやシリアルなどを食べるそうなると飲み物で合わせるのは やはり牛乳になるだろうさらに日本の牛乳が1リットルの紙パックに対してアメリカの牛乳は1ガロンつまり4リットル入りも販売されているそうだがそれでもすぐに飲み切ってしまうそうであるそして味や 容量の種類が豊富なため、そういった点でも需要が高いのだろうちなみに日本の牛乳の賞味期限はどのくらいのイメージだろうか大体いいが1週間くらいだと思うしかし海外のペットボトル牛乳は驚くほど賞味期限が長いようで 未開封なら約2か月も持つ商品があるそうだこれには超高温殺菌処理が施されているそうだそれだけではなく容器のペットボトルにも秘密があるそうだ牛乳専用のペットボトルが開発されておりアルミ箔の 層構造というものが採用されており長期間の空気遮断ができるようである次に牛乳を飲めば背が伸びるという話を聞いたことがあるだろう牛乳にはカルシウムが多く含まれているカルシウムは 骨を成長させると思われがちだが実は骨の密度を上げる栄養素のため牛乳だけではという話となってしまう骨の成長を促して身長を伸ばすためにはタンパク質と一緒に摂取することが重要となるようであるさらに カルシウムとタンパク質の吸収を良くするためにビタミン C ビタミン D ビタミン K ビタミン B 群といったビタミン類やマグネシウムを一緒に摂ることも大事である結論から言うと食事はバランスよく食べようということだ牛乳だけ飲んでいても 背は伸びないだろうサンドイッチの由来とは片手で手ごろに食べられいろいろなバリエーション飽きのこない美味しさそんなサンドイッチだがなんでサンドイッチという名前なのだろうか サンドイッチは1760年頃のイギリスで誕生した日本に伝わったのは明治時代と言われているそんなサンドイッチが生まれた背景がとにかく遊び好きの伯爵がいてその中でもトランプゲームが特に大好きで 食事の時間でさえもトランプゲームをしたくてどうにかできないかと思っていたそうだそんな時片手で食べられるようパンに食材を挟んだ軽食で済ませていたそうであるその伯爵の名前がジョン・モンタギュー第4代サンドウィッチ伯爵 ということもありサンドイッチと呼ばれるようになったそう他にもいろいろな話があるがこれが一番有名な話である「サンドイッチの形は?」と質問されたら多くの人が三角形や四角形を想像すると思う中でも 三角形が多いだろうサンドイッチの定義として形は特に意味はないそうであるパンに具材を挟めばサンドイッチとなるそう三角形が多い理由としてはサンドイッチ自体をよく見られるようになったのがコンビニである そんなコンビニで棚に陳列されている状態だと四角形よりも三角形の方が中の具材が見えやすいのかなと感じるさらに四角形よりも三角形の方が中の具材が飛び出しにくいとも思う毎年3月13日は サンドイッチデーとされているぜひこの日にサンドイッチを食べてみようポテトチップスはどうやって生まれたのか今ではいろいろな味があるポテトチップスパリパリの食感後味引く濃いめの味 コストは安く量が多いそんなポテトチップスが生まれたのは偶然だったというのは知っているだろうかポテトチップスが生まれたのは1853年のある日お店を訪れた富豪が注文したプライドポテトに対して分厚すぎる とクレームを言った。お店で提供していたフライドポテトは厚切りのフレンチスタイルだったがその客としては分厚すぎて気に入らなかったとのことそこまで言うならとその時のコック長は闘争心メラメラで作ったのが フォークで刺すことも困難な薄さにスライスしそれを油でカリカリッと揚げて塩をまぶしてそのお客に提供したそうである提供されたフライドポテトを食べたお客は料理を大変気に入り大絶賛それから薄くスライスされたフライドポテトは お店のメニューに仲間入りし、これが元祖のポテトチップスと言われている今でこそお店の一部をポテトチップスコーナーで埋め尽くすくらいの知名度となっているが発祥がまさかお客のクレームから生まれたとなるとクレームに対しての対応はやはり とても大事だと思う有名なところで言うとプリングルスプリングルスは普通のポテトチップスと少し違うあれはガタポテトチップスと言われている普通のポテトチップスが生のじゃがいもを加工するもの なる型ポテトチップスは乾燥じゃがいもをマッシュポテトのようにつぶしてポテトチップスのような形を加工して揚げて作られたものであるちなみにポテトチップスもさまざまな種類がある自分はどのポテトチップスが好きか友人と話してみるのもよいだろう みかんの白い筋に名前があったみなさんはみかんを食べるとき身についている白い筋はとる派だろうか気にせず食べる派だろうか実はみかんのあの白い筋は栄養価が高いといわれているみかんの白い筋は 栄養価が高いというのは多くの人が知っているかと思うがどのような栄養価が含まれているのかは知らない人が多いはずみかんの白い筋にはビタミン P が多く含まれているそう果実に多く含まれるビタミン C を効率よく取るため このビタミン P はビタミン C の吸収率を高める効果があるちなみにビタミン P はポリフェノールの一種で毛細血管のメンテナンスを行ってくれるそうである毛細血管が減るとシミやシワの原因となってしまうことから肌の老化防止予防に 役立つ栄養素がビタミン P というわけであるなんと白い筋にはビタミン P がビタミンの身の部分の300倍も多く含まれているそうさらに中性脂肪が増えないように抑える効果もあるそうだところで みかんの白い筋には名前があるのを知っているだろうかほとんどの人が知らないだろうがみかんの白い筋はアルベドという名前がついているちなみに外側の皮はフラベドと呼ばれるそうアルベドは果実を大きくするために 水や養分を送る胃管束の役割があるここでみかんに含まれている栄養素を紹介しようビタミン C シミやシワを防ぎ美肌効果以外にもいろいろな効果があるペクチン食物繊維の一種で腸内細菌の働きを助ける ベータクリプトキサンチン体内で必要に応じてビタミン A に変化皮膚などの免疫を増強クエン酸糖質などをエネルギーとして効率よく燃焼先ほど言ったもの以外にもみかんには豊富な栄養素が含まれており いろいろな効果をもたらしてくれる。風邪予防、美肌効果、成長効果、疲労軽減。みかんには、いろいろな効果が期待されているため、食べる際には、白い筋も栄養が豊富ということを、思い出して食べてみてほしいと思う。 卵白についている白いひもみたいなものは何なのか最強食品完全栄養食と呼ばれている卵そんな卵だが生で食べられる場面は少なく卵白についている白いひもみたいなのは取り除かれる始末 しかしあの白いひもみたいなものは栄養価がすごく高い食べた方がいいということは知っていただろうかちなみに名前は「カラザと呼ぶそう「カラザは卵黄を卵の中心に固定する働きを持っている 中央に固定することで栄養豊富な卵黄が常に卵白に包まれた状態となっており破損や腐敗を防いでいるとされているカラザの栄養価としてはタンパク質やアミノ酸が豊富で免疫力向上美肌効果のあるシアル酸 という成分も含んでいるためぜひ食べてみてほしいと思う完全栄養食品とも言われる卵だが実際に本当に栄養があるのかを知りたい卵は食物繊維とビタミン C 以外の栄養素を全て含んでいるそうこれだけ聞いただけでも 卵のすごさがわかる。卵黄と卵白で含まれる栄養素が異なるそう卵黄について卵黄には皮膚や粘膜の健康維持に働くビタミン A カルシウムの吸収をサポートするビタミン D が多く含まれているそう他にも 赤血球を作る上で必要となる鉄新陳代謝やエネルギー代謝免疫反応などさまざまな働きをサポートする亜鉛などほかにもいろいろな栄養素が含まれている次に卵白について卵白には主にタンパク質や 血圧を下げたり筋肉や心筋の活動を正常に保つカリウムなどが含まれている卵黄と比べて卵白には脂質が含まれていないためカロリーも低い特徴があるやはり卵はいろいろな栄養素が含まれており素晴らしい ちなみに、食べ方によって栄養素はほとんど変わらないそうなので、お好きな食べ方で健康を手に入れよう。ここで、卵の保存方法について紹介しよう。保存は冷蔵庫。冷蔵庫に付属してある収納ケースは使用せず、パックのまましまってほしい。 卵の尖った方を下向きに保存。冷凍はあまりおすすめしない賞味期限は生卵前提のため多少過ぎても加熱すれば大丈夫である賞味期限を過ぎても加熱すればと食べられるのには驚きだったしかし賞味期限切れにも 限度があるため、安全かどうか見極めるように見た目や匂いに変化がない自分で確認することが大切であるバナナの黒い斑点は何なのかバナナは栄養豊富で食べやすく。 比較的値段も安いためストックしている家庭も多いはず。皆さんは綺麗な黄色のバナナと黒い斑点の多いバナナだったらどちらを買うだろうかこれからお話しする内容はそんなバナナの黒い斑点についてである。 きれいな黄色のバナナと比べると黒い斑点が多いバナナは少し見た目が悪いしかし見た目は気にしないそしてそんな黒い斑点にも名前や意味がちゃんとある黒い斑点の名前はシュガースポットまたはスイートスポットという。 このシュガースポットだが決して腐っているとかではなくバナナが熟しきって完熟となっている証拠であり皮が黒くなっている部分の果肉は特に甘い結論から言うと黒い斑点くらいなら食べても大丈夫むしろ 黒くなった部分は免疫力を高める効果があるそうだからといって全体が完全に黒くなっていたり中身がブニブニとなっている場合は腐りかけている可能性が高いため諦めようバナナの賞味期限は時期によって異なる春夏 日日から4日程度秋冬7日から10日程度となっているバナナの保存方法としてはまず包装から取り出し直射日光の当たらない14度から20度くらいの風通しの良い場所がおすすめとなっているまた バナナはテーブルなど接している箇所から傷んでいくためバナナスタンドや S 字フックなどを利用して接触面をなくすとなおよいバナナスタンドなんかないという人はバナナを山形つまりカーブしている部分を上に置くと。 接触部分は少なくなるためぜひ試してみてほしい次にバナナの栄養についてバナナはいろいろな場面で食べられている朝食に置き換えてバナナを食べる人やおやつとして食べる人そもそも朝食の役割を果たしているのか おやつとしてて食べてよいのか気になる人も多いはずまずはじめにバナナは優秀なエネルギー源といえる私たちの脳はブドウ糖をエネルギー源としておりバナナにはブドウ糖をはじめさまざまな糖質が含まれているため 寝ている間に失われたブドウ糖を補う役割としてぴったりとなっているさらに便秘や下痢などお腹の体調が優れない時にもバナナは食物繊維やマグネシウムを多く含まれるため腸内環境を助ける脳や お腹の調子を整え元気な一日になりそうであるよって朝食にバナナを食べるのは良いことだと言える毎日バナナは飽きてしまいそうなためヨーグルトに混ぜたりスライスしたバナナをクラッカーにのせて食べたりしてアレンジするのも良いだろう 他にもバナナはトレーニング前後の栄養補給にもおすすめである消化にもよく手軽に食べられるのでぜひ試してみてほしいそんなバナナだがやはりデメリットもあるバナナは他の果物などと比べると糖質を 多く含んでいるため糖質制限などしている人は気にした方が良いだろうまたバナナにはシュウ酸が多く含まれており尿路結石の多くにあたるシュウ酸カルシウム結石の原因となる可能性もあるそう常識的な範囲の量だったら まず問題はないだろうが食べ過ぎには注意しようボーリングの雑学を紹介子供から大人そして高齢者にまで人気のスポーツボーリング複雑なルールはなく みんなで楽しめる奥の深いボーリングだがみんなが知らない雑学がたくさん隠されていたそんなボーリングの雑学を紹介していこう1つ目ボーリング場のレンタルシューズにまつわる話ボーリング場ではシューズをレンタルする そもそも普通のシューズじゃなぜダメなのかと思う人も多いはずもちろん普通のシューズではダメであるボーリングのシューズと普通のシューズの違いは靴底にある普通と比べてボーリングのシューズは靴底が滑る素材でできており ボーリングのレーンを傷つけないようにするのとボールを投げる際に靴底が滑らずグリップが効いてしまうとけがや転倒の恐れにつながるちなみにボーリング場のレンタルシューズが派手でダサいのは盗難防止のためとのことである2つ目 ボーリングのレーンボーーリンングのレーンはツルツルしていてピカピカ光っているそれはレーンを保護するため油を引いているそうであるちなみにレーンの長さは1 8 2 8ルもあるそうだ3つ目3回連続ストライクのことを ターキーと呼ぶ理由10品すべてを1投目で倒すことをストライクというそれを3回連続で行うことをターキーと呼ぶなぜターキーと呼ばれるのかそれはかつてアメリカで3回連続でストライクを出したお客様に 七面鳥を渡していたことから、ターキーと呼ばれるようになったそうだ。ちなみに、四回連続はフォース、五回連続はフィフスと呼ぶそうだ。四つ目、ボーリングのピンについて。ボーリングのピンは、あんな硬いボールに当てられても丈夫だが、 何でできているのだろうかピンの材料はハードメイプルという木からできているそう日本でいうところのカエデという落葉樹で衝撃に強い性質を持っているがやはり劣化はするそうで定期的に交換はしているそうであるちなみに ピン1本の値段は約2,000円から3,000円するとのこと。5つ目、ピンボーイ勘のいい人ならわかるかもしれないが今でこそピンが倒れた後にリセットされて新しいピンが機械によって自動で並べられている。 しかし昔はそんな機会がなかったため人が手動でピンを並べていたそのピンを並べる人たちをピンボーイと呼んでいたそうであるこの雑学を聞いてからボーリングをするとより一層楽しめそうである。 喉仏の,の意味、由来、語源とは喉にある出っ張りのことを喉仏と,と呼ぶのはなんだか不思議であるただの体の一部分であるのにもかかわらず仏様の名前がつくなんてありがたい感じもする実は喉仏は 海外では全く別の名前で呼ばれている。なぜ日本では喉仏と,というありがたい名前がついているのだろうか。また、普段目にしている喉仏と火葬と場で拾う喉仏は別の部位だという驚きの雑学もここで説明していこうと思う。 それでは早速、喉仏の語源と由来について解説していく。喉仏は仏様が座禅している姿に見えることからこの名前がついた。私たち一人一人の喉には仏様が存在していたのである。しかし、首を伸ばして、 喉仏を確認してみても、とても仏様には見えない。実は表面から見る姿ではなく、喉仏の骨の形が仏様の姿に見えるそうだ。仏様に見える骨はいつも見ている喉仏の骨とは別物なのである。 日本では仏様が由来しているのに対し、英語で喉仏はアダムのリンゴと呼ばれている。アダムといえば最初の人間として聖書に出てくる有名な人物である。キリスト教ではアダムが知恵の木の果実であるリンゴを喉に詰まらせてしまい、 それが膨らんだものが「のど仏」とされているそのため英語だけでなくフランス語やスペイン語などでもアダムのリンゴは「のど仏」を意味する先ほども触れたが私たちがよく言う「のど仏」は「孔頭隆起」という軟骨を指している しかし、実物に仏様の形をしている骨は、第二頸椎という別の骨である。火葬場で拾う喉仏も、この第二頸椎である。火葬場に喉仏がしっかりと残っていれば、生前に良い行いをした、という言い伝えもある。 納骨の際には喉仏は一番最後に喪主と個人の禁煙者が拾う仏様が雇っているとされている喉仏は昔から大切に扱われてきたのである桃源郷とは どこのことを指すのだろうか「桃源郷」という言葉の意味はぼんやり覚えている人が多いかもしれないが桃源郷が具体的にどんな場所なのかまでは知らないだろう「桃源郷」という言葉の意味について辞書を使って調べてみると 俗界を離れた別世界、宣教、理想郷という意味のような言葉だということがわかる。俗界とは私たちのような世間一般の人間が住んでいる世界のことで、桃源郷はそこから離れた別世界のことなのである。また、選挙についても、 人間が住んでいる世界とは別世界で、千人が住む場所だともされている。簡単に言ってしまえば、楽園といった意味合いで使われているのが、桃源郷という言葉なのである。まるで桃源郷のような世界といった使い方をする言葉で、現実離れした。 とても良い場所といった意味になる。桃源郷の類義語としては、天国、パラダイス、ユートピア、極楽、このような言葉が浮かんでくるだろう。それでは、桃源郷とは、実際にはどのような場所なのだろうか。桃源郷 という言葉の由来については中国の詩人が書いた「十日元気」という作品の中にある「十日元気」を書いた人物は六朝時代に存在した詩人である実際に十日元気の桃源郷が登場するシーンについての話をしようと思う 中国が清の時代だった頃、武陵に住む漁師が魚を求めて小舟で川を登っていき、どこまで来たのかわからなくなってしまった。すると、突然桃の花が一面に広がる美しい林が川の両岸に広がった。桃の花の美しさや、 花びらの香りに心奪われた男性は、さらに桃の花が咲く川を奥へ奥へと登っていった。なんとその奥には、真の時代の戦乱から逃れて、数百年もの争いからは無縁であり、世界から隔絶された平和京があった。平和京にも、 美しい桃の花が咲き乱れており、桑や竹が風にそよぎ、緑ものどかで、犬や鶏の鳴き声も聞こえてくる楽園のような場所だった。一見すると平和郷はどこにでもある農村のような風景だが、他のどんな農村よりも清楚で美しく整っていた。 またそこに住む人々はみんな微笑みを絶やさず働いており見えるものすべてがのどかで幸せそうに見えたそうだ漁師はこの平和郷で手厚い歓迎を受けてまさに夢のような時間を過ごし数日後に帰路に着いたしかしその後 漁師がまたその平和教を目指そうとしたところ見つけることはできず他の誰にも平和教が発見されることはなかったこのお話が由来となって平和教は桃の花がたくさん咲く理想教ということで桃源教と呼ばれるようになったそうだ現代社会は 何かとストレスを感じる場面が多いため何の争いもなくのどかに笑顔で暮らせるような桃源郷があればぜひ住んでみたいものである神父と牧師の違いとは日本では神父と牧師の存在に あまりなじみがないことから呼び方が違うぐらいにしか思われていないかもしれないしかし神父と牧師の違いについて比較してみると決定的な違いがいくつもあることがわかる簡単に言えば神父はカトリック牧師がプロテスタントになるのだが 細かい違いはどれくらいあるのだろうか神父と牧師は大まかに宗派性別結婚の可否役割などの違いがある冒頭で説明したように神父と牧師ではキリスト教で属している宗派に違いがある。 神父が属して信仰を捧げている宗派はカトリックと正教会となっているそして牧師が属して信仰を捧げている宗派がプロテスタントであるカトリックで最も高い地位にいるのが法王であり神父は司教司祭助祭などの位がある つまり司教司祭助祭のことを全てまとめて神父と呼んでいるプロテスタントは階級制度に反発したキリスト教徒によって作られた宗派のため牧師には神父のような位はない神父は司教司祭 女などの総称であるため、神父は正式な職名ではない牧師に関してはカトリックのような制度がないことから牧師が正式な職名となっている牧師という職名は羊飼いが由来となっており自分が特別な存在ではなく 身近な人間だという意味が込められている。一方で神父は位が高くプロテスタントの牧師とは逆に尊い存在だとされており英語ではファザーと呼ばれている英語でファザーつまり父と呼ばれていることが由来で日本語で神の父 と書いて神父と呼ばれるようになったのである。続いて結婚の可否の違いについてである。カトリックに属している神父は神に一生を捧げる聖職者であることから誰かに自分を捧げることつまり結婚は許されていない。 一方でプロテスタントに属している牧師は結婚が可能でありプロテスタント内の教派によっては結婚が推奨されるほどである神父に関しては父という言葉が使われているように男性しか神父にはなれないプロテスタントも基本的に 牧師になるのは男性だが教派によっては女性の牧師も認められている最後に神父と牧師の役割についてである神父は一般的なキリスト教徒とは一線を画した地位であり信徒にはない権限を持っていることからミサ洗礼 献身、生態などの儀式を執り行う役割があるプロテスタントの立場は一般的な教徒に近い存在でありプロテスタントのリーダーとしての役割を持っているそのためプロテスタントは聖職者ではなく教職者と区分されている 牛が赤い色に興奮するという情報は嘘なのだろうか皆さんも牛は赤色を見ると興奮して突進してくるという話を一度は聞いたことがあるのではないだろうかスペインの国技である闘牛では闘牛士が 赤色のマントをひらひらさせて闘牛をマントに突進させて華麗にかわしているしかし牛が赤い色に興奮するというのは嘘だとする人も一定数おりそれでは牛は一体何に興奮しているのだろうか 結果から先に言ってしまうと牛が赤い色に興奮するという情報は嘘になるなぜ牛が赤い色に興奮するという情報が嘘だと言い切れるのかというときちんとした根拠があるそもそもだが牛の目は 人間のように発達しているわけではなく赤い色を判別することができないそのため闘牛士は赤色のマントではなく青色など別の色のマントを使用したとしても闘牛はちゃんと突進してくる牛が赤い色に興奮する という情報は闘牛士が赤い色のマントを使う機会が多いため出回ってしまった嘘である続いて牛が何に対してあそこまで興奮しているのかについて説明していく実は牛を興奮させているのはマントの色ではなく マントのひらひらとした動きに対してである牛は見慣れないひらひらとしたマントの動きに対して警戒心を強めて危険を判断し突進をして攻撃をしているのであるさらに闘牛は会場に登場する前にストレスを与えられているため 会場に登場した時点で怒りが頂点に達しているそのためマント以外にも見慣れていないものを見かけると突進してしまい時には観客席に突進するなどの事故が起こってしまうもしも闘牛を観戦することがあったら変な動きなどをして牛に。 余計なしげきをあたえないようにしようすきやきのごげんゆらいとはふゆになるとあたたかいなべりょうりがこいしくなってくるゆうじんやかぞくとなべをかこんでちゃんこなべや 海鮮鍋、キムチ鍋などいろんな鍋を楽しむのもとても楽しいそんな鍋料理の中でも少し豪華でリッチな気分を味わえる鍋料理がすき焼きだろうすき焼きはお祝いの席などでも食べられるし牛肉を使うことから少し 他の鍋よりも材料費がかかる分、少し贅沢をしている気分も味わうことができるすき焼きは鍋料理の代表だがそもそもなぜ「すき焼き」という料理名なのかまたすき焼きに卵をつけて食べるのにも意外な理由が存在していたのである。 すき焼きの原型となった料理は江戸時代には誕生したとされている当時はすき焼きを作る際に鍋ではなく農具のすきを使って調理を行っていたそうである農具のすきをそのまま火にかけてその上で食材を調理していたことが 語源由来となってすき焼きとなったという説である農具を使って調理をするなんて今ではちょっと考えられないだろうすき焼きを調理する際に使われる肉は薄く切られていることが多いこの薄く切った肉のことをすき身と呼び すきみの肉をつかったりょうりであることがごげんゆらいとなってすきやきとなったせつもあるすきやきのお肉やほかのしょくざいをたべるときにはときたまごにくぐらせてからたべるたまごにつけてからたべるとあじがマイルドになってよりいっそうおいしくかんじるが 最初は味をよくするために卵をつけたわけではない日本にはもともと牛を食べるという文化が根付いていなかったことからすき焼きが一般的なものになってきたのは明治時代以降である明治時代になると西洋の文化が 日本にも入ってくるようになったことからすき焼きも一般的なものになってきたしかし当時は卵をつけないですき焼きを食べていたところやけどをする人がとても多かったそうであるつまり熱々になった具材を冷ましてやけどをしないための工夫として すきやきに卵をつけるようになったのであるもともとはあつあつのぐざいをさましていただけだったがけっかにあじもおいしくなっているしたまごをつけるはっそうはとてもナイスチョイスだったといえるだろう。 おにぎりとおむすびのちがいとはみなさんもふだんからたくさんたべているにほんのソウルフードといえばおにぎりだろうじぶんでにぎってひるごはんにしたりコンビニやスーパーでもかえたりわたしたちのせいかつのなかにかかせないものとなっている。 ふつうはおにぎりとよぶがたまにおむすびとよんでいるのをきいたことがあるだろうぐざいをいれてこめをにぎるりょうりためどちらもおなじようにかんじる今回はおにぎりとおむすびのちがいについてせつめいしていくまずは、 おにぎりという食べ物のきげんはかなりふるくやよいじだいからたべられていたそうであるなんとやよいじだいのとあるいせきからひとのてによってにぎられたあとのあるおにぎりのようなこめのかたまりがでてきたそうである。 しかしおにぎりが現在のような形になったのはそれからかなり後のことで江戸時代からのようである昔は武士の携帯たいとしても重宝されていたそうだそれではおにぎりとおむすびの違いについて早速触れていく。 地域によって呼び方が違うという説もあるおむすびは東日本での言い方西日本ではおにぎりと呼ぶ方が多いそうであるしかし他の情報では日本のほとんどがおにぎりと呼び関東から東海道にかけてはおむすび とと呼ぶこともあるそうだ。おにぎりとおむすびは実は由来が違うという説もあるおにぎりは米を強く握った握り飯が原型となっておりその呼び方が変わっていきおにぎりと呼ばれるようになった一方でおむすびはというと 平安時代の貴族の女性たちが米を握ったものをおむすびと呼んだのが始まりとされている実はおむすびは形が決まっているそうで三角形のものをおむすびと呼ぶ傾向があるそうだその昔日本人は山を神格化していて その神の力を授かるために米を山形にして握って食べたのがおむすびとされているそのためおむすびは三角形である一方でおにぎりについては形は何でもよいらしく米を握ってあれば丸でも三角でもおにぎり と呼ぶそうである。調理法にも違いがある。一般的に手で握られたものをおむすびと言いい道具を使って作ったものをおにぎりと呼ぶ説である。となると工場で機械によって作られているものはおにぎりで。 自分で作ったものはおむすびとなるのだろうかそのほかにもいろいろな説が存在するおにぎりに対して女房言葉もしくは丁寧語として「おむすび」という言葉が作られたという説であるまた丸型の湿ったのりで 全面をおうぶのがおにぎりで三角で乾いたのりを一部に巻くのがおむすびという説であるここまでいろいろな説をしょうかいしてきたがじつはりゅうりょくな説が存在せずじつはこうじえんなどではおにぎりイコールおむすびとなっていて 違いいいはななこととなっている。また日本のおにぎり協会からも「おにぎり」と「おむすび」の呼び方の違いは家庭・個人レベルの違いにあるとの見解も発表されているつまりは明確な区別などはなく「みんなが好きに呼んでいい」ということになる。 もやもやしてしまうがやはり現時点では明確な違いはないそうである「トロの日」の由来とは「毎月16日はトロの日である」なぜ毎月16日がトロの日なのかというと「16日」 という日付がトロ16という語呂合わせであることが由来となっているトロの日については神奈川県横浜市に本社があるカッパ・クリエイト株式会社によって制定された記念日となっているカッパ・クリエイト株式会社と聞いても あまりピンとこないかもしれないが有名な回転寿司チェーンであるかっぱ寿司の運営会社といえばわかりやすいだろうなぜトロの日を制定したのかというと人気食材であるトロをお客様に喜んでもらいかっぱ寿司の各店舗や寿司業界を 盛り上げることが目的となっている過去には16日限定で中トロが一皿無料で食べられるというサービスが行われたこともあったそうだ寿司を食べるとそこそこお金がかかってしまうし普段からあまり積極的に トロを食べられる機会はほとんどないだろう。毎月。日本と日本、なぜ二つの読み方があるのだろうか。現在ではどちらの読み方が正しいということはないが、過去には日本で統一しようとする案も。 出ていたそうである日本の読み方については日本と日本どちらでも間違ってはいない調査してみたところ日本国憲法や日本の法律で日本の読み方について明確に定められているわけではなかった実際に 政府でも日本、日本、どちらで呼ぶのかについて決めていない。現在の日本の読み方については、日本国民の中でどちらの読み方でも広く普及している。そのため、無理にどちらか一方の読み方に統一する必要はないと、 考えられているるそうである読み方が自由であることから NHK などでは正式な国語として扱う場合には日本それ以外の場合は日本と独自の取り決めで読まれている。実は日本と日本の読み方を 統一しようとする動きが何度かあった最初にこのような動きがあったのは1930年代のことで岡田圭介が内閣総理大臣を務めていた頃だったまた1960年代に佐藤栄作が 内閣総理大臣を務めている時にも同様の動きがあったどちらも読み方を日本に統一しようとするものだったが結局は結論が出ずに終わった麻生太郎が総理大臣を務めている時にはいずれも広く通用しており どちらか一方に統一する必要はないと考えているという発表もあり現在ではあまり論争になっていないしかし自分の国名の読み方日本日本と統一されておらず人によって読み方が違うのは冷静に考えると不思議である 続いて、国名の日本となった時代についてや、いつ頃から日本や日本と呼ばれるようになったのかを説明していく。日本という国名が初めて登場したのは、飛鳥時代のことだった。火の元の国という意味から、日本、 という言葉が誕生し大化の改新が起こった頃にはすでに日本という表記が存在したしかし読み方は現代のように日本や日本ではなく当時は日本と書いてヤマトと呼んでいたヤマトという読み方は 昔の国号であった大和から引き継がれたものなのである他にも火の元の国であることから「火の元」と読まれることもあったそうだ現代と同じ読み方である日本が初めて登場したのは奈良時代以降のことだったとされている。 当時は遣唐使が派遣されるなど中国との交流が盛んな時代であったそのため中国から伝わった語音読みいわゆる漢字の音読みが日本でも多く使われるようになった日本を音読みにすると日本となりこれがなまって 日本という読み方が誕生したとされているまた中国人は日本のことを「ニエットプアン」と発音していたこの中国人の発音を日本人が真似した結果日本を「日本」と呼ぶようになったとされている つまり「日本」という読み方については中国にルーツがあったのである続いて日本を「日本」と読むようになった時期についてである日本の読み方として最も根付いている日本だが実はいつ頃から 日本と読まれるようになったのか明確には分かっていない通説では平安時代にひらがなが生まれた頃に「日本という読み方も誕生したとされている昔のひらがなには即音の小さい「つ」や半濁音の「ぽ」がなかったことから 日本が日本になったという説である他にも「日本」という読み方が江戸時代にはじまったという説がある江戸っ子はせっかちで知られているが早口でしゃべっているうちに日本が徐々に簡略化されていき日本となった説である。 現在もその名残から江戸のあった東京では日本橋を日本橋と呼び大阪では日本橋を日本橋と呼んでいるちなみに現代では日本を日本と読む人の方が多く日本の方が少数派となっているそうである。 を打つの意味や由来とは。実は日本語は世界で扱われている言語の中でも難しい言語だとされているのは知っているだろうか特に英語圏に住んでいる外国人にとって日本語は習得難易度が 最も高い言語にカテゴリーされているという実際に日本人でもすべての漢字を書けるわけではないし慣用句などの意味を間違えて覚えたりしている今回は「相づちを打つ」という言葉の意味について説明していく。 づちをうつということばについてじしょなどでしらべてみるとあいてのはなしにちょうしをあわせてうけこたえをすることあいてのはなしにあわせてうけこたえのことばをはさんだりうなずいたりすることとかかれているかんたんにいえばはなしあいてが 何かを話しているときに「うん」「そうだね」といった言葉を挟むことを「相づちを打つ」と表現する。相づちを打たないで無言で話を聞いていると話し相手は本当に話を聞いてくれているのか不安になるし一方的に 話ししてていないななか心配にもなってしまう。会話を一方的なものにしないためであったりちゃんと話を聞いている意思表示または会話のテンポを良くするために相づちを打つは重要なテクニックなのである次に相づちを打つ。 という言葉の語源や由来について説明していく「相づちを打つ」という言葉は江戸時代から使われていたようで「鍛冶屋が語源や由来となっている慣用句なのである「鍛冶屋では熱した鉄を打つ時に「金ときに金槌と呼ばれる ハンマーのようなものを使う。そして、鉄を打って成形したり、鍛えていく際には、職人が二人で息を合わせて鉄を打っていく。したがって、相槌を打つとは、鍛冶屋が鉄を打つときに、相手の呼吸に合わせて鉄を打つことだったのである。 家事屋で使われていた「相づちをぶつ」という言葉が語源や由来となり現代で使われている相手の話に合わせて受け答えをするという意味に転じていったのであった関東と 首都圏の違いとは皆さんも普段からニュースを見たり新聞を読んだりするときに関東地方で積雪の恐れがあります首都圏で地震が起こると大変な被害が予想されますなどとなんとなく 日本の中心部について触れられているのはわかるが明確にどこまでが関東でどこまでが首都圏なのか説明しろと言われると難しいものである今回は関東と首都圏の違いについて詳しく説明していくまずは 首都圏についてだが首都圏は本来は東京都に隣接している都道府県という意味があるそうだそのためもともとは千葉神奈川埼玉山梨のことを首都圏と表現していたようであるその後昭和31年に 首都圏整備法が制定されたその際に東京神奈川千葉埼玉茨城栃木群馬山梨の1都7県が首都圏と定義されたのである国の法律として定められているのが首都圏というわけである ちなみに首都圏整備法が定められる前は群馬栃木茨城長野静岡のことを菅首都圏と呼んでいたそうである現在も菅首都圏であり首都圏に昇格できなかった県があるためか県知事が集まって 首都圏サミットを開き首都圏に準ずる権益が得られるようにしている次に関東についてである関東は首都圏のように法律で定められてはいない東京茨城群馬栃木埼玉千葉 神奈川の1都6県を関東と呼んでいる首都圏には山梨が含まれていたが山梨を含んで関東を表記する場合は関東甲信越として扱っている場合が多いしかし野球の大会などを見ていると山梨県が 関東に含まれていたり、そもそも首都圏整備法での法律によって関東が正確に定められているわけではない瞬間接着剤の意外な用途とは瞬間接着剤は もともとは戦争で利用するために開発されたものである第二次世界大戦当時さまざまな兵器が開発される過程においていろいろな素材が生み出されたその素材こそが瞬間接着剤であり瞬時に乾いて接着することに 注目されたことからやがて医療の現場でも使用される医療用瞬間接着剤なども誕生した確かに戦争で負った傷はその場で応急処置をしなければならない場合も多くその場で縫合できない場合も多いため納得できる。 イーストマンコダック社で開発された医療用の瞬間接着剤は実際にベトナム戦争で使用されたという記録も残っている戦争で瞬間接着剤による治療が行われていたということはわかったそこで続いては 日本の瞬間接着剤の代表的な商品とも呼べるアロンアルファの歴史を遡ってみよう日本では1960年に東和合成者が研究に着手したことにより1963年に初めて工業用の アロンアルファが発売されたそして戦争でイーストマン・コダック社の医療用瞬間接着剤が使用されたことがあるように実はアロンアルファにも医療用のものが存在する東亜合成社の医療用瞬間接着剤は アロンアルファ A3 強として1965年に発売されている日本国内では唯一の医療用接着剤として厚生省から認可を受けることに成功している工業用の瞬間接着剤については もちろん工業用としての用途で開発されたもののため傷の治療には向いていない怪我をした際などの止血に効果を発揮するように見えるがしっかりと止血をしないとばい菌まで一緒に閉じ込めてしまうリスクがある傷を負った際には適切な処置のもと 医療用のアロンアルファで治療することが大切である過去には歯の詰め物が取れた際に工業用アロンアルファで詰め物を接着したことがあったそうだしかし接着の際にばい菌まで一緒に閉じ込めてしまい神経が腐ったということもあった 同様にトラブルの事例が何件もあり傷の治療はあくまで適切な処置が行えるという前提のもとで行いむやみにアロンアルファを使用することは控えるようにしよう部下に仕事のやる気を出させる 方法とはみなさんは部下後輩にやる気を持って仕事をさせているだろうかまたやる気を出すためにはどうしたらいいかを考えているだろうか人は自分の利益になるようにしか動かないつまりは自分にとって面白そうだと感じることや 得になると感じないとやる気を持って取り組まない上司は働いたら働いた分部下にメリットが出る職場にする必要がある営業であれば歩合制や売上をボーナスに反映させるという方法がある企画職であれば大きな仕事を任せる という方法もあるやれば結果につながる評価される仕事ならばやる気を出して仕事をするぞという気分になれるだろうまた部下と誠意を持って接して信頼関係を築くことも重要であるそうなれば部下は自分のためにも仕事をしてくれて 上司を喜ばせるためにいい仕事をしようとやる気になってくれるだろう上司が信頼した部下に仕事を任せ部下は上司のために頑張るとてもいい信頼関係である必要以上に部下を叱ったりはしていないだろうか叱られてばかりいると 部下のモチベーションも下がってしまう。かといって、部下に叱ることを遠慮して、ただ部下のことを褒めちぎってはいないだろうか。あの人はいつでも誰でも褒めると思われてしまうと、褒められたときのありがたみがなくなってしまう。叱ると褒めるはバランスが大事である。 いつも厳しい上司にたまーに褒められたときこそ大きな喜びがあり、やる気につながるのである。また、叱りながら褒めるといったテクニックもある。部下が失敗したときに、君らしくない失敗だね、ということにより、普段の能力を褒めながら、 失敗を叱ることができる。人を褒めることが苦手な人もいるだろう。また、昨日まで鬼のように厳しかった上司がいきなり部下を褒め始めてもなんだか気味が悪い。そんな時におすすめな褒め方が間接褒めである。直接本人を褒めるのではなく、 別の人に何気なくあの部下はよく頑張っていると伝えておくのであるその時のポイントとしては本人に伝えてくれそうな人を選ぶこと直接本人から褒められても恐縮してしまったりお世辞に思えても影で褒められる方が信じられるものである 褒めることで最も重要なことはタイミングである。うまくいったその瞬間に褒めてやることが大切である。また、当たり前のことを当たり前にやってくれる部下に対しても褒めることを忘れないでほしい。結果だけではなく、そのプロセスも褒めると、ちゃんと見られていて、 評価してくれているという意識が生まれて、やる気にもつながる。そして、褒めた後に、ちょっとした目標などを示してあげれば。それに向かって、やる気を持って、取り組んでくれるだろう。叱ることで、最も重要なことは。まず、最初に何を叱るか。を、はっきり明示することだ。 部下がなぜ叱られているのかについて分かるようにできるだけ簡潔に伝えてほしいまた陰湿な叱り方をするのではなく明るい態度で叱るようにしてほしい監督者としても自分にも責任があるという気持ちも忘れないで接することが大切だと思う ススイートルームのスイーーートトルムのの意味、由来とはスイートルームはとても贅沢な部屋であり甘い時間が過ごせるからスイートな部屋でスイートルームだと思われがちであるしかしホテルのスイートルームのスイートの意味は甘いという意味ではない それではホテルにあるスイートルームはどのような意味を表しているのだろうかスイートはもともと英語のスイートが由来となっている日本人がスイートと聞くと「甘い」を意味するスイートを思い浮かべることからスイートルームを「甘い部屋」と誤解している ホテルのスイートルームなどで使われるスイートの英語の綴りは suite なので sweet のスイートとは意味の違う単語となる人揃い一式の家具一続きの部屋一組特別室組曲 曲集など様々な意味を持つ方のスイートである。また他の客室と比べても最上位クラスの部屋であることから特別室という意味でも使われている。もしかすると新婚のカップルが特別な時間を過ごす部屋などのイメージからスイートが いつしか甘いスイートと勘違いされるようになったのかもしれない続いてスイートルームがどのような部屋なのかについて説明していくスイートに一続きの部屋という意味があるようにスイートルームは日本語で続き部屋と表記されることがある 何が一つきなのかというとスイートルームは寝室にリビングルームや応接間などの部屋が一つつまり一つきになった構造の部屋であるそのためルームと言いつつもスイートルームには複数の部屋が配置されているまたスイートに 特別室という意味もあることから、通常の客室よりも家具や内装が豪華になっており、ランクが上の部屋になっている。一般的にそのホテルにおいて最も高級、特別な部屋のことをスイートルームと呼ぶことが多い。実は、 スイートルームは和製英語である本来はスイートだけで一続きの部屋や特別室という意味があるため英語ではスイートの後ろにルームをつけないそのためスイートルームという言葉を使っているのは日本人だけであるちなみに スーツとスイートはつづりがにているのはどちらも語源がおなじだからである。スイートがへやがひとくみになっているように、スーツもじょうげでひとくみになっていて、どちらももともとはおなじいみをもったことばなのであった。 バターの歴史実は昔は食用ではなかった。皆さんご存知の通り、バターは現在食用として知られている。知られているというか、むしろ食用以外には用途を思いつかないほどである。料理を炒めるのに使ったり。 ふかしたじゃがいもにのっけたりスープにいれたりバターはさまざまな場面でかつやくする万能調味料なのであるバターの歴史はとても古く紀元前4,000年にイスラエルの遺跡からバターを作っていたとみられる道具が出土している。 この道具で本当にバターが作られていたとしたらバターは6,000年もの歴史があることになる。残念ながら6,000年前の記録が正確に残っていないことと紀元前2,000年4,000年前にインドでバターが食べられていた記録が残っていたため。 最古のバターの起源は4000年前と言われている。バターの歴史を振り返ってみると、最古のバターの記録では食用だったみたいである。結局食用だったんじゃないかとがっかりした人もいるだろう。しかし、もう少しだけ。 バターの歴史を追いかけてみよう4,000年の歴史の中でバターの用途が変化していることがわかる長い歴史の中でバターは遠征の必須アイテムだった時期があるそうだそれはアレキサンダー大王の遠征である。 アレキサンダー大王の遠征によりインドで使用されていたバターはヨーロッパへと伝播したこのアレキサンダーの長い遠征の中で食べる用途から別の用途へと変化していくことになる遠征の中バターは塗り薬として使用されていた 遠征中は敵国との度重なる戦闘で負傷したりライオンやトラなどの猛獣に襲われて負傷することもあるその時に活躍するのがバターであるバターは傷薬として重宝されていた傷口に塗ることによって 可能を防ぐことができるそうだこうしてバターは塗り薬としてヨーロッパに伝わり習慣として根づくことになった10世紀の頃まではスコットランドでおもしろい使い方をしていたそうであるそれは羊にバターを塗りたくることである そんなことをして何になるのだろうかと思ってしまうが羊の毛質つをよくするのに効果があったらしいしかし現代ではあまり効かないため実際のところあまり効果はないのだろうかヨーロッパでは塗り薬として定着してしまったのになぜ 食べられるようになったのか。それはヨーロッパの気候に関係があるヨーロッパは寒さのために農作物が育たなくなり食料の確保が難しい時期があるそのため食料不足に陥ってしまい飢餓で亡くなる人も増えたそこで 活躍したのがバターだったぬりぐすりとしてしられていたバターだったがたべてみるととてもおいしいそしてはらもちもいいということになったこのことからバターはうえをしのぐのにもさいてきなたべものとしてつたわっていったのである。 パフェとサンデーの違いとは皆さんはパフェとサンデーの違いについて説明できるだろうかなんとなくイメージはあると思うが明確にこれといった説明をするのは難しいかと思うそこでパフェとサンデーをそれぞれ調べ 明確なさをみつけたいと思うパフェときいてみなさんはなにをイメージするだろうかパフェといえばいっぱんてきにはほそながいグラスに生クリームとアイスとフルーツがのっているイメージであるとてもはなやかでごうかなかんじがするつぎに サンデーのイメージである。パフェよりはサンデーの方が安価でマイナーなデザートのイメージがある。一般的にはイメージとしてはソフトクリームの上にチョコレートやフルーツソースがかかっているイメージである。ということは上に乗っかっている食材によって パフェとサンデーの定義があるということだろうかまずはパフェについて説明していく。パフェというのは1910年から1920年代にフランスで作られたフルーツのムースが元祖のようである。パフェ といことば自体にも意味がありこれいじょうは存在しないかんぺきなデザートという意味がこめられているまたフランス語でかんぺきなを意味するパルフェが語源となっておりこの意味で世界へ広まっていった次にサンデーについてである サンデーは1890年にアメリカで誕生したデザートのようである。サンデーの名前の由来としては、日曜日に売られていたことからサンデーと呼ばれたそうだ。しかし、イエス・キリストの安息日だったため、そのままの名前が使われることは、 不謹慎とされた。そのため、英語の綴りは、サンデー、sun, day とは書かずに、sunday、e、と書くそうである。パフェとサンデーについて説明したが、特定の食材が使われているわけでもないようだ。そのため、 違いとしては、フランスで生まれたものがパフェで、アメリカで生まれたものがサンデーしか違いがないようである。日本ではイメージに多少の違いはあるが、明確な違いはないそうである。やはりフランスではパフェと呼ばれていて、アメリカではサンデーと呼ばれている。 ということは日本ではどちらで呼んでも間違いはないということになるだろう年越しや引っ越しでそばを食べるのはなぜなのか年越しに年越しそばを食べる人も多いことだろう 年末においしいごはんを食べて年越しの時間になったら家族だんだんで年越しそばをすするそんな経験を一度はしたことがあるのではないだろうかしかしそうした行事でそばを食べる意味まで知っている人は少ないはずだ諸説あるが次の意味を込めて 食べていた「そうである。そばのように長く生きる」という意味を込めて「食べていた」という説であるこれは皆さんもなんとなく想像していたのではないだろうかしかし長いものならそばである必要はないと思うため少し違う気もする。 他には鎌倉時代に博多のお寺でそばを振る舞ったところそばを食べた人の運気が上がったそうであるこのことから食べられているという説であるこの説は神がかり的なものを感じるため説としては微妙といった感じだろうか ほかにも金銀の在庫紙は散らがった金粉をそば粉,粉を使って集めていたそうであるそのためそばは縁起のいい食べ物だとされているせつであるこのせつについても年越しそばは年をおさめるときに食べるであり縁起のいいものを年末に食べる というタイミングから違う気がしてしまう他にもそばはよく切れることから一年の苦労などから縁を切るためという説である年末に苦労をねぎらうというタイミング的にも説得力がある諸説あったがみなさんはどう思っただろうか しかし、重要なことを忘れていないだろうか。そばには薬味としてネギをのせる。実は、薬味のネギにも意味があったのである。その意味とは、疲れをねぎらうという意味での、ねぐという意味と、祈りを込めるという意味のねぐとも言われていた。 またおはらいするしんしょくとしてネギというしょくぎょうもあったそうでそのいみをこめたというせつもあるそうだつぎにひっこしそばをたべるりゆうについてであるじつはひっこしのときにじぶんでそばをたべるというのはまちがいだということをしっていただろうか ひっこしそばとはじぶんでたべるものではなくごきんじょさんにくばるものだったのであるこれはえどじだいのしゅうかんだそうだなぜそばをくばるのだろうかそれにはそばのようにながくおつきあいができるようにといういみがこめられているさらにいうと あなたのそばに引っ越してきましたよという意味の俗に言う親父ギャグである。またそばはその当時、非常に安価で手軽な食べ物だったという理由もある。その習慣が時代を経ていくうちに自分で食べるという習慣に変わっていったのだろう。 別腹は本当に存在するのか別腹というものは満腹状態からできるものであるまずは満腹状態とはどのような状態なのかそこを説明していく皆さんは満腹感が胃袋いっぱいに食べ物があると 感じられるものだと思っていないなだろうかそれも満腹感の一つではあるがそれだけではないのだ食事をすることによりブドウ糖が血液に吸収され血糖値が上昇するそこで大脳は胃が大きくなっていることや 血糖値の上昇を感知し脳が満腹状態のサインを出すこれがいわゆる満腹と呼ばれる状態となるただ胃袋に食べ物が詰まっているだけではなく脳からサインが出ていたのである別腹に代表されるのが 食後のデザートである。ついさっきまで満腹で何も食べられないと思っていたのに、甘いものを見ると平気で平らげてしまう。甘いものは別腹とはよく言ったものだ。お腹がいっぱいなのにもっと食べれてしまう。この時、人間の体には、 異変が起こっているのだ異変とは別バラの出現であるそう別バラは本当に存在する満腹の時に好物の食べ物を見ることにより胃や消化管の運動が活発となるその結果先に食べたものを 小腸に押し込んでしまう小腸に押し込んだ分胃にはスペースができるこれがいわゆる別腹なのであるこ物を見ると脳からオレキシンというホルモンが分泌されるこのホルモンは食欲を刺激し 別腹を発生させると言われている。満腹状態と一緒で別腹を作るのにもやはり脳が関係していたのである。別腹イコール甘いもののイメージが強いが決してそういうことはないそうだ。それはあくまで 食後にデザートを食べることからできたイメージで自分の大好物であれば脳が刺激されて別バラが出現する別バラは誰にでも存在するものなのである肉が好きな人は肉でも別バラが出現するし魚が好きな人は魚でも 別腹が出現する。ただし別腹バラができて食べれるからといって食べてしまうと食べすぎでお腹が痛くなることもあるため注意が必要である無理やり作られたスペースのため体にはそうの負荷がかかっている状態となっていることを忘れないようにしよう。 ねなくてもかんたんに熟睡とほぼ同じ効果を得る方法とはあわただしい一日をすごしてつかれていてつぎの日もいそがしいからはやくねむりたいしかしそうかんがえればかんがえるほどめがさえてきてしまい目をとじていてもねむれなくなることはあるだろう そのような状態に陥ってしまったときは、なんとなくもう一度トイレに行ってみたり、スマホを見たり、本を読んでみたり。そんな負の連鎖が始まってしまい、気づいたら空が明るくなり始めていて、絶望的な気持ちになる。誰もがこのような経験を一度は したことがあるのではないだろうか。人間にとって睡眠は食事と同じくらい重要なことであり睡眠不足になると極端な日中のパフォーマンスの低下につながってしまうそんな危機的状況に眠れなくてもいいから睡眠が不足した身体疲労を 少しでも軽減したいと考えたことはないだろうか。実は、熟睡した時とほぼ同じ効果が得られる方法が存在しているのである。それでは早速、熟睡した時とほぼ同じ効果が得られる方法について解説していく。その方法は、 本当に簡単で、布団に入って横になって、じっと目を閉じているだけである。それだけと感じた人も多いと思うが、本当にそれだけなのだ。実際に、この方法で熟睡した時の80%程度の 睡眠効果が期待されているそうだ。それではなぜ目を閉じているだけでそれほどの効果が得られるのだろうか。それは目を閉じた時に涙が瞳全体に行き渡るからである。あまり知られていないが実は涙には 血液と同じ成分が含まれている。そのため、目を閉じることによって、眼球が必要としている栄養分や水分を、眼球全体に与えることができる。また、当然だが、目を閉じていると、光がほとんど遮断される。人間は、 目を開けているだけで無意識に眼球がピント調節を行っているため実は目を開けているだけで疲労がたまっていく。そのため目を閉じるだけで眼球運動を抑制することができるため眼球疲労に絶大な効果が期待されるのである。 眼球疲労に続いて脳疲労の回復について説明していく睡眠と脳に蓄積された疲労の回復には密接な関係があり日中にフル稼働した脳疲労をとるためには睡眠は欠かせないものである主に人間の脳は 考え事をしているときに使われるものだと思われがちだがそれ以外にもさまざまな情報を処理している人間は目を開いているだけでさまざまな情報が目を通して入ってきてそれを脳が処理しようとするつまり目を開いているだけで 脳疲労が蓄積してしまうのである。そのため逆に言えば目を閉じているだけでも脳を使わなくて済むことから脳の疲労回復にもつながるのである目を閉じている時の脳波の切り替わりも疲労回復に関係している。 目を閉じている時には脳波がアルファ波に切り替わっているアルファ波は脳がリラックス状態になった時に現れる脳波であり目を閉じているだけで体がリラックス状態に切り替わっていることがわかる理想は布団に入って 目を閉じることだが目を閉じることだけでもこれだけの疲労回復効果が期待できる次に布団に横になるだけで得られる効果についてである肉体疲労というものは単純なデスクワークで1日椅子に座っているだけでも蓄積されていく これは日中は交感神経が優位に働いているからである。体の疲れをとるためには副交感神経を優位に働かせる必要があるがそれが布団で横になることなのである。たとえ夜に眠れなかったとしても布団で横になって リラックス状態を作り、目を閉じているだけでも、副交感神経が優位に働き、肉体疲労の回復に貢献する。そのため、布団で横になるだけでも、回復効果が期待できるのである。最後に、寝る前にやってはいけない。 NG 行動について説明していく。布団で横になって目を閉じるだけで回復効果が得られることは確かだが、できれば熟睡して疲れをとりたいと思う。現代において上質な睡眠を最も妨げるものが、パソコンやテレビ、スマホといった 電子機器である。これらの電子機器の画面から発生するブルーライトは脳を覚醒させる効果があると言われているそのため疲れたとしても眠りを浅くしてしまうのであるまた単純にそれらの電子機器は多くの情報を 目かからら脳脳に伝えることから脳を活性化させてしまう。例えば少し眠たかったのにスマホで動画を見始めたら面白くて目が覚めてしまうなんてことは誰もが経験したことがあるだろうそのため眠る前には部屋の明かりを暗くしておき なるべくそれらの電子機器をさわらないように心がけていこう雪かきで雪をすててはダメな場所がある悪質だとたいほのかのうせいがあるというのはほんとうなのか雪がふると はしゃいでいる子どもたちがいたり、雪の降らない地域では、雪が降ると大人でも喜ぶ人はいるだろう。逆に雪国に住んでいると、毎年のように降り積もる雪にうんざりしてしまうし、雪が降るたびに雪かきをするのが本当に大変である。 雪が降り始めた頃はまだ捨てる場所もたくさんありスムーズに雪かきをすることができるしかし一気に大量に雪が降ってしまったり継続的に雪かきをしているうちに雪を捨てる場所がなくなってしまうことが多々あるそして意外と知られていない 雪を捨ててはダメな場所に気づかずに雪を捨ててしまっているケースが本当に多いのである雪を捨てる場所によっては違法になるし悪質なケースについては逮捕される場合もあるため注意が必要であるそれでは早速、意外と知られていない 雪を捨ててはダメな場所についてて説明していく。意外と知られていない雪を捨ててはいけない場所の筆頭が川である。特に雪国に住んでいない人にとってはなぜ水に溶けるのに川に捨ててはダメなのかと思うかもしれない。 雪の多い地域の川では雪を捨てないように注意喚起の看板が立っているほどで単純に雪を川に捨てると増水して水があふれる可能性があるためである冬の水温はかなり低くなっていて溶けるのに時間がかかり川沿いに住む住人が 一気に川へ雪を放り込み続ければ増水するのは当たり前である。特に雪が溶け出した頃には川沿いの雪が溶けて川が増水していることから雪を捨てると川が氾濫する可能性が高まる。そもそも川へは雪以外だったとしても 基本的に物を投げ入れるのは禁止されているため、雪以外でも捨てないようにしよう。下水道。基本的に下水道は雪で覆われて捨てることができないケースが多いが、下水道に雪を捨てるのも禁止とされている。下水道に雪を捨ててしまうと、 雪が詰まって排水が間に合わなくなる可能性があるためである下水道が詰まってしまうと復旧させるのにかなり時間がかかってしまうし近隣住民に迷惑がかかる排水が間に合わなくなって下水があふれ出てしまうことなどを想像するとその被害は 計り知れない。悪質なケースの場合には逮捕されてしまうし5年以下の懲役または100万円以下の罰金が発生することもあるもしも下水道に雪が捨てれそうであっても絶対に雪を捨てないようにしよう敷地内に 雪を捨捨ててててれなくなってくくっるるる。と、道路にに投げ捨てていい人がたまにいるしかし道路に雪を捨てることも法律で禁止されている道路に雪を捨ててしまうと車の通行の妨げになってしまうし雪が踏み固められて道が凸凹になってしまう。 雪が降っていると視界が悪くなっているためこうしたでこぼこに車のタイヤが取られてしまい事故につながることから大変危険であるあまりにも悪質な場合は逮捕されることもあり1年以下の懲役または50万円以下の罰金が発生することもある そもそも雪以外だったとしても車の通行の妨げになるようなものを道路に置いてはいけない法律があるため道路に雪は捨てないようにしよう意外と雪を捨ててはいけない場所が多いことがわかったそれでは雪はどこに捨てるのが正しいのだろうか まず、自宅の敷地内であれば自分の所有地であるため捨てることができるそれでも雪が多い地域であれば敷地内にも捨てきれないことがあるだろう実は自宅の敷地内以外にも市町村の定める雪捨て場にも捨てることができる 地域によって異なるが学校のグラウンドや河川敷空き地などが雪捨て場として開放されることがある雪が降らない地域では市町村で雪捨て場が決められていないこともあるため雪捨て場に困ったときは役場に電話してみるのもよいかもしれない。 夕焼けや朝焼けが赤い理由とは昼間は空が青く見えるが朝や夕方には空が赤く見えるのはとても不思議だと感じないだろうか毎日起こっている現象だが学校でも習わないし意外とその理由を 知っている人は少ないと思う。夕焼けや朝焼けが赤く見える理由について子供にでもわかるように簡単に説明していきたいと思う。夕焼けや朝焼けが赤い理由は簡単に言えば太陽光の入射角に関係がある。 太陽光は地球を覆う大気の中を通過して地上まで届いているが日中は太陽が真上にあるため大気を通過する時間が短くなるそして朝や夕方の太陽の位置は斜めになるため太陽光も斜めに差し込み 大気を通過する時間がその分長くなる大気を通過する時間が長くなると赤以外の色の太陽光が拡散しきって人間の目には届かなくなることから夕焼けや朝焼けは赤く見えるのである続いて ゆうやけやあさやけがあかいりゆうについてもっとくわしくしりたいというひとむけにさらにほりさげてせつめいしていくそもそもなぜ大気をつうかするじかんがながくなるとあかいがいのいろがかくさんしきってしまうのかはひかりのはちょうのながさにかんけいがある。 昼間に空が青く見えている理由についても光の波長の長さが関係している太陽光が地球を覆う大気に差し込むとレイリー散乱という現象が発生するレイリー散乱は波長が短い光ほど 細やかな粒子などにぶつかったときに拡散しやすくなるという現象である波長の長さは短い順から紫藍青緑黄だ赤となっているが紫外線などの紫の光や 藍色の光は人間の目では見ることができない。青色が人間の目に見える光の中でも最も波長が短いためこの色が大気中でレイリー散乱を起こし空で拡散して青色で空を覆っているように見えるのである。 波長の短い青色の光が拡散しやすいのであれば朝や夕方に波長の長い赤色の光が拡散しているのは不思議に思うだろう。ここで先ほど説明した太陽の入射角と大気を通過する時間の長さが関係してくるのである。 朝や夕方は太陽が斜めに差し込むことから太陽光が大気を通過する時間が長くなるためデイリー散乱がより発生しやすくなる。波長の短い青色の光などは散乱しきってしまい人間のいる地上までは届かないのである。 逆に波長の長い色の光はレイリー散乱の影響を受けにくいことからある程度散乱したとしても地上へと到達する。そのため波長の長い赤色などが地上へと到達することから空が赤色に見えているのである。 厳密にいえば太陽光に含まれる赤色の光イコール赤外線は人間の目で見ることができないため赤色というよりは橙色の空を見ていることになる。以上が夕焼けや朝焼けが赤い理由についてであった。 国民の休日とはほぼ毎月のように国民の祝日は制定されているが国民の休日はなかなか見かける機会がない2019年は5月1日の大尉の日の前後である4月30日と5月2日が。 国民の休日となったがそもそも国民の休日とは何か知っているだろうか実はとても珍しい休日で数年に一度しか見かけることのない国の法律によって定められた休日なのである。まずは、 国民の休日について説明していくが国民の休日は祝日と違い日付が固定されているわけではない。それでは国民の休日はどのように発生するのかというと次の条件を満たした日付が国民の休日となる。 その日の前日及び翌日が国民の祝日である平日は国民の休日とする文章だとかなりわかりづらいが2019年のゴールデンウィークに発生した国民の休日を例に考えてみようまずは4月30日の 国民の休日についてだが、前日が昭和の日、翌日が大儀の日であり、4月30日の前後が祝日となっている。また、5月2日の国民の休日についても、前日が大儀の日、翌日が憲法記念日であり、5月2日の前後が 祝日となっているこのように前後の日が祝日だった場合の平日はオセロのようにして国民の休日となるわけであるまた平日の中でも月曜日については前日が祝日だった場合は振替休日が発生するため 国民の休日は発生しないようになっている。もともとは5月3日の憲法記念日と5月5日の子どもの日に挟まれた5月4日は毎年国民の休日となっていた。しかし2007年の法改正によって5月4日が 緑の日になったことから5月4日は国民の休日ではなくなったのである。それからは国民の休日が発生するのは極めて稀なケースとなり9月のシルバーウィークに何年かに一度訪れるのみとなっている。それでは 2019年の4月30日と5月2日以降次に国民の休日が訪れるのはいつなのだろうか残念ながら2019年以降に国民の休日が発生する機会は法改正がない限り2026年9月となっている。 2019年が特別だったというわけでそう簡単に国民の休日は発生しないのである2020年は国民の休日がないものの4連休は3回もあり2020年は連休の年となった次に 国民の祝日について説明していく国民の祝日に関しては国民の祝日に関する法律によって定められた祝日であり簡単に言えば一年の中の決まったお休みの日である普段はあまり意識していないと思うが国民の祝日には それぞれ意義がある。それぞれの国民の祝日の意義について説明していこうと思う。1月1日、元旦。年の始めを祝う日。1月の第2月曜日、成人の日。大人になったことを自覚し。 自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日2月11日建国記念日建国をしび国を愛する心を養う日2月23日天皇誕生日天皇の誕生日を祝う日 3月19日から3月22日のいずれか春分の日自然をたたえ生物を慈しむ日4月29日昭和の日激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み国の将来に思いをいたす日 5月3日、憲法記念日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。5月4日、緑の日。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む日。5月5日、子供の日。 子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日7月の第3月曜日、海の日、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日8月11日、山の日。 山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する日9月の第3月曜日敬老の日多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し長寿を祝う日9月22日から9月24日のいずれか秋分の日 祖先を敬い、亡くなった人々を忍ぶ日。10月の第2月曜日、体育の日。スポーツに親しみ、健康な心身を培う日。11月3日、文化の日。自由と平和を愛し、文化を進める日。 11月23日、勤労感謝の日。勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う日。最後に、振替休日についてである。振替休日というものが適用されるようになったのは、1990年 73年のことであり振替休日は国民の祝日が日曜日だった場合にその後に訪れる最初の平日が休日になるというものである意外に多くの人が勘違いをしているが実は土曜日に祝日だった場合には振り休日は 発生しないのである特に完全週休,休2日制の企業で働いているサラリーマンや学生は土曜日イコール休みという感覚が多いためである。土曜日に祝日が重なってしまうと1日分の休みを損した気分になるが 今後の法改正で土曜日も振り替休日が発生するように期待するしかないようである柿の種の由来語源とはお酒のおつまみとして定番のお菓子に亀田製菓から販売されている 柿の種がある。実は柿の種は最初から柿の種という商品名で開発されていたわけではなくとある偶然によって誕生したものなのであるその偶然にも誕生したお菓子が柿の種に似ていたことが由来で柿の種 という商品名になったそうだしかも現在では亀田製菓の商品として有名な柿の種だがそもそも最初に柿の種を作って販売を始めたのは亀田製菓ではなかったそうだもともとは普通のあられを製造販売していた とある新潟の菓子メーカーのうっかりによって柿の種がたんじょうしたのが広まったのである新潟県には大こうずとよばれる品種のあまがきがありその柿の種ににていたことから柿の種となったそうだ次に柿の種が「が 誕生ししたきっかけについいてて説明していく柿の種は新潟県の菓子メーカーのうっかりのおかげで誕生したと先ほど説明したがどんなうっかりだったのだろうかそれはあられを製造するときに使う小判型の金型を不注意で踏んで ゆがんでしまったというミスであったふんだせいでゆがんでへんけいしてしまった金型をつかってためしにあられをつくってみたところげんざいのかたちのかきのたねがぐうぜんにもたんじょうしたのであるそれからはかきのたねはひょうばんとなり新潟県を中心にいがたけんをちゅうしんに 広まっていくことになり、新潟県の多くのお店では柿の種の形をしたあられが販売されるようになったその後ピーナッツ入りの柿の種の販売を始めたのが亀田製菓というだけであり実は柿の種の元祖は亀田製菓では なかったのであるそしてさらにいえば「柿の種」と「ピーナッツ」という組み合わせをさいしょに考えたのも亀田製菓ではなかったそうだいまでは当たり前になっている「柿の種」と「ピーナッツ」というぜつみょうなくみ合わせはどのようにして生まれたのだろうか 柿の種には元々からピーナッツが入っていたわけではない。諸説あるが、帝国ホテルの外国人向けの酒場で提供していたナッツに日本らしさを加えるために柿の種が加えられたというのが一番有力な説のようである。 せつとしてはピーナッツの売り上げがていめいしていたときに人気商品のかきの種といっしょに売り出したせつや単にかさ増し目的でいれられたというせつもある。かきの種とピーナッツの割合はもともと7:3だったが現在では 6:4に落ち着いているピーナッツをもっと増やしてほしいという要望もあり5:5にしていた時期もあったが不思議と売り上げが落ちてしまい現在の割合になったそうである「ショートケーキ」の意味と「 名前の由来とはデパートのケーキ売り場などの前を歩いているとおいしそうなケーキがたくさんあって目移りしてしまう人も多いだろうまた外食などをすると食後にセットでケーキと温かい飲み物が食べられるとなると つついついさまざまなしゅるいのケーキがあるがショートケーキがすきというひとはおおいと思うだれもがしっているであろうショートケーキだがショートとはいったいなんなのかと思うひともいるだろうべつにほかのケーキにくらべてみじかいわけではないため 短いという意味ではなさそうである。ショートケーキの意味と由来について調べたところ、諸説あることが分かった。その中でも有力だと思われる2つについて紹介していこうと思う。ショートという単語について調べてみると、 砕けやすい、おろいという意味でも使われるようである。つまりは、サクサクした食感を表すものであり、短いではなく、こちらの意味の方が、ショートケーキの意味としては通じるのである。また、ショートケーキには、面白い語源が存在するそうだ。 もともとショートケーキの語源はスコットランドでありスコットランドの別名はショートランドと呼ばれているスコットランドのショートケーキは日本のスポンジケーキとは違ってクッキーのようなお菓子を指す結婚式ではこのスコットランド式ショートケーキを よめのあたまにたたきつけいちどでわれないとえんぎがわるいとされたこのことからショートランドスコットランドのくだけやすいもろいケーキをショートケーキとよぶようになったけっこんしきでケーキをたたきつけるなんてすごいふうしゅうだと思う。 次の説は、ショートニング、植物油脂を使って作っているから、ショートケーキと呼ぶという説である。現在に比べて、昔はバターが高かったため、ケーキの材料には、ショートニングと呼ばれる、植物油脂を使用していた。そして、 先ほどの説とは違って発祥はアメリカとされている。ショートニングケーキが略されてショートケーキと呼ばれるようになった。ショートケーキの意味や由来についてわかったところで最後にショートケーキの雑学を紹介していく。実は ショートケーキと聞いてスポンジに生クリームをのせたケーキを想像するのは日本人だけなのである。日本でショートケーキが誕生したのは1922年のことで不二家によって販売された。不二家によって作られたショートケーキは スポンジを使用することにより、日本人向けに改良されて作られたものなのである。そもそも、アメリカ式のショートケーキは、スポンジケーキではなく、ビスケットを土台にして生クリームを乗せて、ビスケットで挟んだケーキのことを言う。一見すると、 英語のようにも思えるが、海外ではショートケーキは通じないため、ぜひ海外に行ったときは注意してほしいと思う。